川わいいのりの古代エジプトチャンネル、おかげさまで1周年を迎えることができました。これまで見ていただいたあの視聴者の皆様、改めましてありがとうございます。本当にこの1年間の間に様々なテーマで古代エジプトについて話をしてきました。 この2022年というのはエジプト学にとって非常に重要な年です。ツタンカーメンが発見されて100年。そしてヒエログリフが解読されて200年。そしておそらく、 大エジプト博物館が今年開館という、それを記念した講演会というのを先日行ったんですけれども、あの、許可の関係でもともとは公開する予定はなかったんですが、一部ですね、あの、その必要な許可が必要なところは削ったり見えなくしたりして、この YouTube チャンネルで公開することができるようになりましたので、ぜひ見ていただきたいと思います。 今後は様々な形でコラボレーションをしたり、あるいはロケですよね、エジプトに行って、現場から現地からエジプト文明の素晴らしさというのをお伝えしたいと思いますので、引き続きこのチャンネルよろしくお願いいたします。 はい。えー、それでは画面共有の方をしていきましたが、皆さん見えるかな大丈夫ですか <laughs> ?OK。大丈夫な感じですね。はい。ありがとうございます。 では行きましょう。まあ、エジプト学入門ということで、今回は話をしていきたいと思います。世界が熱狂した発見と研究のあの歴史ということになります。今年が、これは SNS なんかでもつぶやいているんですけれど、エジプト学にとって非常に重要な年になります。えー、ちょうど今から100年前、1922年に、まあ、かのあのツタンカーメンがあの発見、 検されたということになります。 ツ、えー、タンカンインですよね。えー、1922年の11月に、えー、発見です、えー。そして、あの、同じく今から今度200年前、1822年には、まあ、フランスの言語学者、えー、ジャン・フランソー・シャンポリオンという人がヒエログリフ、古代エジプト語を解読したということになっています。えーまあ、さらにあの、そういったことも踏まえて、今年エジプトの中で世界最大 旧かな世界最大と言っていいと思います。まあ、世界最大の博物館の方が、えー、オープン、えー、開館される予定ということになっています。これが11月の,あの予定ですね。 えー、通訳の方が見えません。多分その通訳の方が見えないのは、えっと、パソコンじゃない人じゃないかな。パソコンだと見えてるはずですね。えっと、iPhone と iPad だと、えっと、そこのところにしないと私の方が見えなかったりするので、あの、はい、あの、個人設定に、あの、よるはずです。えっと、いろいろね、前回の子もいつもいろいろやってるんですけれど、プラトーさんと、あの、 えー、こちらのところ、あのー、チェックをして、パソコンだとかあの見えるようなセッティングには今完全になっているはずなので、えー、パソコンの方だと見えるはずです。えー、と手話通訳の方、はい、見たい方はすみません、パソコンというような形になりますね。はい、よろしくお願いします。<laughs> えーまあ、というような形でり、鳥、まあ、今年は本当にあの重要な年になっていますので、まあ、その重要な年の中で、エジプト学というのがどのような形で生まれて、どのような形で発展していったのかというのを、まあ、今回の講演の中で、はい、あのー、 説明していきたいと思います。あそうですね。スマホだとなんかいろいろとちょっと設定がな、ね、い、大変だったんですよね。私が見えないとかね。あの、実際にあの消えちゃうとかあったんですけど、手話通訳の方はすみません。あの、パソコンでお願いします。はい。では、行きましょう。 エジプト学、えー、誕生ということで、エジプト学が一体いつ誕生したのか、英語ではエジプトロジーというふうにあの言います。古代エジプトのことを、あの、実際に、まあ、研究する学問になっています。えっ、ー、と、この誕生についてはいろいろと、あの、何でしょうね、研究者によって違うんですけれど、私自身は1798年のナポレオンのエジプト史というこの書物から、 えー、来ているというふうにあの考えています。世界を変えた書物というのがあります。えー、っと、まあ、実際にそういった展覧会とかもね、ありましたけど、世界を変えた、えー、書物展みたいなね、あエジプトロジーありがとうございます。で、実際にその書物が世界を動かすということはあるんですが、エジプト学に関しては、ナポレオンのエジプト史がまさにそれになっています。 まあ、1798年、まあ、ナポレオンが、あの、エジプト侵攻ということで、まあ、植民地戦略の一つとして、イギリス軍と戦うべくエジプトにこう来ています。まあ、その時にナポレオンはフランスの学士院の協力を得て、約200名のですね、学者、技術者、あと画家、とかあの、製図家、 マッピングする人ですよねあの、引率してエジプトにやってきました。まあ、そしてあのその戦争の遂行と同時に、まあ、ナイル川、中流、下流、そういったところの巨大遺跡、あるいは人々、民族、風俗、まあ、こういったものをあの記録していったということになっています。えーまあ、そのの記録した、えー、集大成というのを エジプト誌という書物でまとめ、刊行しています。このエジプト誌というのはすごい本で、今あのデジタル上で全部見れるんですけれど、本物も日本の大学、えっと、近畿大学とか慶応とかね、いくつかの大学があの持っていますので、あ、エジプト誌ありがとうございます。そうですね。あの、ぜひ本物見る人見てみてください。計23冊あります。 あの、23冊あって、あの、大きさもちょっとま、あいろいろなんですけれど、そのうちの3冊がエレファント版というね、あの、めちゃくちゃ大きいもので、高さが、あの、106センチということで、1メートル以上あるものです。で、幅の方が70.2センチということで、もう、よっこらせというふうにね、あの、 えー、めくっていくような、あの、形になっています。でかいですね。非常に大きなものです。雰囲気もすごくあります。多分、あの、実際にそういった大学に行くと、あの、こうやって、えっ、ー、と、本をね、こう、あの、めくるのはさしてくれないかもしれないですね。まあ、私が学生の頃は、エジプトの、あの、アメリカンユニバーシティンカイロっていうところで、そこにもあったので、そこは結構ね、自分でこう、 あの、めくることができたんですけれど、手袋つけて、あの、めくって、あの、見たのを覚えています。非常に雰囲気があります。で、この書物が実際に観光されると、そこのところから当時のそのヨーロッパの人たちのエジプトブームっていうのが、あのー、なんでしょうね、あの、燃え盛ったというか、ものすごくやっぱり、えー、実際に、あのー、 えー、そうですね。なんだろうな。本当に人々の心というのを捉えた、えー、わけですね。で、その結果、多くの人たちがやっぱりエジプトに、それこそ学者だけでなく、冒険家、探検家、まあそういった人たちがエジプトに行き、そこのところで様々な遺物というのを、まあ探検とそして、 発掘という名の略奪をしていったということになります。まあそういった意味では、そのナポレオン・エジプト史というのは、ある種光と闇を生み出した書物ということにもなっています。えー、そのナポレオン・エジプト史なんですけれどあ、ちなみにね、そのね、ナポレオンが連れてきた200人の、あの、学術調査団っていうのは、 なんだろうな。あの、日本語でも本とか出てるんですけどね。読むと、やっぱりもうマニアックな連中連れてきてるんですよね。例えば夜に、 えっと、デンデラっていう神殿があるんですけど、そこのところに到着したときに、月明かりの中のそのデンデラ神殿を見て、学者たちが狂気して、もうそこのところにこう、あの、神殿の中に行って、もう射精をなんかね、夜なのに始めて、あの、夜中の遅くまで帰ってこないので、兵士が無理やり引き戻したとかね、そういう話なんかが、あの、残ってえいるんですけれど、まあ、本当にあの、すごい、あの人たちです。で、その時に、あの、は 実験されたあ今ちょうどフランスのあオリジナルの方でタイトル、あのー、見れるっていうのでチャットの方で、えー、宮川さんが書いてくれてるのでぜひ見てみてください、はいえー、エジプトの墓荒らしは1 0 98年以降が多いんですがそれともそれよりも以前からかなり荒らされてるんですか荒らされてますね墓荒らしはもうそれこそエジプトの古代の時代からずっとあります もう本当昔からあるので、墓嵐か、そうですね。あの古代人も実際に困ってたような形です。はい。で、あのナポレオンが実際に入ってきた時、1798年に入ってきたんですが、その翌年の1799年に、えー、デルタ地帯、エジプトの北のデルタのエル・ラシードというところでこの石を見つけてます。これが有名なロゼット。 ストートンという石になりますねあのジュリアン要塞という要塞があってその要塞の拡張工事をしているときにそこからあの見つかったものにあのなっています書かれてあるのは3種類の文字が書かれています一番上のところがこれが古代エジプト語のヒエログリフですねそして2番目のところがデモティック、まあ、民衆文字というふうによく言われていたりしますそして3番目のところがあのギリシャ語ということになっていますこの この時代、すでにヒエログリフというのは、まあ、失われたあの言語、えー、文字ということで、まあ、読むことができなかったんですが、実際にギリシャ語の方は読むことができたために内容、どういったものが書かれてあるのかというのが分かったわけです。で、これは多分、あのジュリアン要塞の,あのなんだろうな、あの日干しレンガか何かの壁の一部で見つかったので、もともとこそこに置いてあったというよりかは、建材として。 あの、再利用されたというような形になっています。で、建材在として再利用された中で、あの、拡張工事をするときにそれを見つけたんですが、やっぱりすごいのは、なんでしょうね。ナポレオンがもともとそういうふうに200人ぐらいの、あの、学者たちを連れてきて、あの、記録を取るっていうことを決めてたので、あの、将校たちとか兵隊とかある程度の指揮官も、あの、異物に対する、えー なんでしょうね。ある種の価値みたいなのをちゃんとこう見出してたんですね。これを実際に壁の取り壊しをしていたのはあのブシャールっていう指揮官だったんですけれど、そのブシャールっていう指揮官が、この、まあ言ってみたらただの、 玄武岩泉のでかい石なんですけれど、この石を、あの、ありがとうございます。えー、見つけたときにですね、あ、これは重要だと、なの、いうことで、えー、自分の上官であるムヌーっていう将軍のところに、こういうものが見つかりましたっていうのを報告して、まあ、このムヌー将軍、いや、これは重要だということで、あの、当時、あの、エジプト通信っていうのを結構あの、ニュースみたいなものにして、あの、フランスの方に送ってたんですけど、そこのところでも重要なものを発見したっていうふうなことを、ちゃんと えー、書いているわけですよね。いや本当あの末端の方までそういった情報を、えー、浸透させる。特に戦争で最初に破壊されるっていうものは文化的なものを、えー、が破壊されることもあります。まあ、これはあの戦略にもよるんですけれど。 ま、例えばその文化的なものを破壊するのが国民感情を逆なでるっていう時には、ま、第二大戦のね、あの、京都が戦火、ま、あの、免れる、あの、ある程度ところやっぱり免れるようなことになったっていうのとか、逆にあの、シリアの方なんかでは、あの、文化財、そういったものを壊すっていうようなね、そうですね、タリバンなんかもそうですけれど、ものになるっていうので、文化財は、ま、本当にある意味で、うん、 その国の,あの精神、えー、になっているので、そこの扱いっていうのは本当に国によって、戦争によってあの違っていますね。まあ、ちなみにあの今もね、本当にあのロシアとあのウクライナあの情勢が、えーまあ、戦争が、ね、始まって、えー、しまっていますが、昼の部でもちょっと紹介していたんですが、本当に色、ね、々いろいろ そういう時は、あのー、まあ、歴史をに触れる人間として、あの、考えますよね。で、興味がある人は実際にちょっと読んでほしいなと思うのが、あの、スティーブン、あの、ピンカーっていう人のね、こういうあの、暴力の人類史っていうのが出ています。えー、結構分厚いんですけれどね。えっ、ー、と、まあ、暴力の人類史ということで、その名の通りに人類が、 まあいろんなあの形での戦争を含めたあのものの暴力っていうものとどういうふうにえまあ向き合ってきたのかあるいは関わってきたのかっていうようなことがあの書かれてあります。意外かもしれませんけど実は暴力のんでしょうね数っていうのは減ってるんですよ。まあただ減ってはいるんですけれどまあもちろんあの核戦争なんかのね核のことも踏まえて、えー その大量に人を殺すことができる兵器っていうのは、かつてないほどの脅威があ,のあるんですけれど、まあ、ただ、その暴力というのがその人間にとって、えー、どういったものなのか、なぜ戦争があの、まあ、起こってきたのかっていうようなことをあの実際にこちらの中で、ね、取り上げているので、まあ、興味がある方はあの読んでみてください,、はい。分厚いんですけどね。 で、ちょっと話を戻して、そのロゼッタストーンのところ、あの、まあ、こういったものが実際に発見されています。で、フランス隊が発見された、したんですけれど、これがなぜ現在イギリスの方に置いてあるのかというと、あの、イギリスと戦争でやっぱりまあ負けたからですよね。あの、負けたために、それまでフランス隊が集めていた遺物というのが、まあ、全部イギリスの方に、あの、取っていかれ、えー、ロゼッタストーンも、あの、そのうちの一つとして持っていかれてしまったため、大博物館に今置かれて いいるとでこのロゼッタ・ストーンの発見と、えー、そしてあのー、2人の、えー、ある種言語学的な、まあ、天才の出現によって古代エジプトの言葉、えー、古代エジプト語が解明されたということになっていますまあ実際にまあロゼッタ・ストーンの発見以前からもずっと延々と 古代エジプト語を解明しよう、ヒエログリフを解明しようっていうような、あのー、様々な試みっていうのは行われてきました。ルネッサンス時代から実際に行われています。まあ、ただその中で登場したのがこの人物、トーマス・ヤングになりますね。トーマス・ヤングは、この人はイギリスの物理学者ですね。なんかね、物理学者ってエジプト学好きなんですよ。 あの、なぜか知らないですけれど、天文学者とかね。 はい。あの、いつもなんか出てますけどね。えー、言語いけますよ。この人も。この人もすごいですね。もともとあの物理学者、このトーマス・ヤングっていうのは光の波動説っていうのをあの唱えた人物として有名なんですけれど、えー、半ば趣味みたいな形で古代エジプト語の解読なんかもしていて、えー、すごいですよね。え、で、この古代エジプト語、なんかパッと見ると、なんだろうな、エジプト語って、 まあ皆さんわかりますよね。こういう感じですよね。エジプト語。えー、こういうのをパッと見ると、なんか漢字みたいな、あのー、いわゆる表語文字かなというふうなイメージがありますよね。えー、まあところが、実際には、あのー、この、 それぞれの文字っていうのは音か音を表すということで、表音文字なんですね。で、トーマス・ヤングがすごいのは、あの、表音文字っていうのはなんなく分かっていたんですけれど、あの、彼自身は実はその表音文字、アルファベット式のものではなくて、非アルファベット式のもの。実はヒエログリフっていうのは、古代エジプト語っていうのは、そういったアルファベット的なものと、あの、 あえっ、ー、と、非アルファベット的なもの。まあ、あの、これは、この二つが組み合わさってるんですよね。で、えー、まあ、このあたりは、あの、宮川、えー、先生のところがね、あ、ここは、いちさんも解説書いてる。あの、いさん、あるいは宮川先生の方でね、えっ、ー、と、ウェブ上で見れる。 あの、ヒエログリフの話なんかもあるので、ぜひまた読んで、えー、見てください。まあ、いずれにせよそうですね。あの、彼はそういうことをして、カルトゥーシュの一部の、あの、音なんかもね、音歌なんかも、あの、発見した人物になっています。そのために、イギリスの研究者とかは、あれ、シャンポリオンだけがね、あの、すごいっていうふうに言われてるけど、いや、トーマス・ヤングのもともと研究の土台があったからだっていうふうにね、言ってる方もいます。まあ、その、 シャンポリウム、実際にヒエログリフ解読の栄誉に輝いたのが、えー、こちらの人物になっています。この人も天才的ですよね。9歳でラテン語を話せたっていうね。<laughs> どんなやつと思っちゃうんですけど。で、20歳の,あの時に実際にギリシャ語、ヘブライ語、 アムハラ語。アムハラ語ってあの、エチオピアの言葉ですね。えー、まあ、サンスクリット語とかね、えー、アベスタ語とか、えー、パフラビー語とかねアブ、アラビア語、シリア語、ペルシャ語、えー、さらには中国語まで習得していたっていう <laughs>、すごい言語学的な、あの、天才になってますよね。で、あの、19歳のところで、あの、グルノーブル大学っていうところの、歴史学の、助教授だったということになっています。 えそうですね。アマハラ語。えー、エチオペアの公用語になってますよね。で、ただ41歳でこれらにかかって死去ということで、若くであの亡くなってあのいます。で、彼自身は最初実はヒエログリフっていうのは音かそういった音を持たないというふうな信念で解読しました。 あちょうど今、ヤングとシャンポリオンについてね、あの、興味があれば解説していますということで、えー、そちらのところまた見てみてください。はい。えー、ただ、あの、最終的には実際に彼は、その、なんでしょうね、えー、ヤングの解読の鍵を あの、発展させた。まあ、シャンプリオン自身は自分が発見したみたいなことを言ってるんですけれど、えまあ、その解読をしたあと、文法のシステム、そのあたりも実際に公式化したということでえ、言語として解読をしたのはシャンプリオンということになってます。これが今から200年前ですよね。 すごいですよね。1822年の9月14日。えー、まあただ、えっと、最初に解読したものはさっきの,あのロゼッタストーンではないです。えー、ロゼッタストーンではなくてアブシンベル大神殿っていうあの神殿の碑文。えー、こちらのところを解読していて、実際にそこのところであの自分が解読したときに、もうまさにね、解けた っていう風にね、あの、分かったとかできたとかいうような、まあ意味なんですけど、あの、そこのところで、えー、叫んで一日気絶したみたいなね、あの、逸話なんかも残っています。すごいですよね。で、9月22日。 有名なこちらのところは、ダシエ氏にあたる、あの、標本的ヒエログリフのアルファベットについての書簡っていうのを、え、まあ、完成させ、9月27日にアカデミーで発表したというようなことになっています。まあ、本当にすごい形になります。まあ、それによって、ヒエログリフというのが、それまで本当に読めなかった、あの、古代エジプトの神殿、パピルス、墓、そういったところの文字というのが、 一気に情報としてわっとこう広がっていったということになっています。ああね宮川先生があのフランス語を書いてくれていますね。で実際にじゃあそこのところに何が書かれてあるのかということなんですけれどもともとはこんな形だったというふうにあの推測されています。 ここのところに大きな玄武岩のね、あの石があって、そこのところの石碑ですね、ステラ、えー、ということになっています。この辺りは、あの、私の先生でもあるんですけれど、名古屋大学の須藤先生っていう先生がおられて、プトレマヨス朝時代のあの専門家、えー、になっています。で、プトレマヨス朝時代のあの先生としては、まあ、日本では第一人者のあの先生です。で、そこのところでナイル川の、ナイル世界の あの、ヘレニズムっていう、あの、本を書いてます。ナイル世界のヘレニズム。おすすめなので、えー、ぜひ、あのー、読んで、えー、ください。で、その中にですね、ロゼッタストーン最高っていうね、あのことが、あの、書か,か、賞があって、えー、そこにそのロゼッタストーンのことについていろいろと、あの、書いてあります。すごく面白いです。ロゼッタストーンって多分その、 発見されてヒエログリフを解読するある種の手がかりになったってことは皆さんもご存知だと思いますし、えー、まあ、すごく有名ですよね。で、あの、王朝時代、例えば皇王国時代とか新王国時代とか、そういったエジプトの時代を研究している人たちももちろんロゼッタストーン知ってるんですけれど、ただ内容についてそんなにね、あの、なんだろうな、興味を持ってる人っていうのが、 えっと、少ないんですね。あ、フィビスありがとうございます。そう、広告時代、新王国時代とかね。やっぱりこれ、あの、プトレマイオス朝時代っていうことで、エジプトの最後の王朝の時代なので、あの、あんまり興味を持ってる人がいなかったりするんですが、プトレマイオスの研究、あるいはヘレニズムの研究をしている人たちからすると、まあ、事情は全く異なってですね、これほど情報を あの、もたらしてくれる、あの、ものは、えー、ないわけですよね。えー、ここに書いてあることは、どういったことが書いてあるのかというと、プトレマイオス5世の時代に起きた、エジプトの南南部の大反乱について、えー、の、 なんでしょうね。情報がある種書かれてあります。当時どういった時代だったのかというと、アレキサンダー大王がエジプトを統治し、その後いわゆるギリシャ系の支配者がエジプトを支配することになります。それがプトレマイオス朝時代という時代です。で、プトレマイオス朝時代の時代はそういった意味では支配者層はギリシャ人です。でギリシャ系、えー。それに対して非支配者層。 は、あの、在地のエジプト人ということになってます。で、もともとはギリシャ系の王権が強かったんですけれど、このプトレマイオス5世の時代に大反乱が起こってですね、その非支配者層の、あの、エジプトの人からの反乱が起こって、ものすごいこう、えー、それを抑えるのに、 え、苦労したというようなことが知られています。で、結果どうなったのかというと、あの、ロゼッタストーンの決議の中、これメンフィス決議という決議の中にも書かれてあるんですけれど、まあ、プトレマイオス5世の成人のお祝いの時に、えー、こういった決議を行いますってことが書いてあって、そこにはその、 エジプト人の神官たちに対してあ、こういうことを王権はします。こんなこともします。こんなこともあなたたちにします。いや、こういうことだってしますよ、みたいに。なんかある種、媚ビを売るような内容がすごく書いてあるので、ここを見ると、プトレマイオスの王権がどん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 こう、凋落していくのが、えー、分かったりするので、そういった意味ですごく重要なあのものになっています。 これがあのナポレオンのあのエジプト史、そしてそのロゼッタストーンなんかがもたらしたものになっていきますね。その後エジプトどうなっていくのかというと、1800年代の初頭ですね、お話した通りにそのナポレオンのエジプト史の後、エジプトブームというのがヨーロッパにうわーっと熱狂的に広がって、イギリスとフランスの方でエジプトの遺物というのの、 ある種の、まあ、発掘という名の略奪が始まったわけですね。今現在、大英博物館、ルーブル、イタリアのトリノ、えー、ドイツのベルリン、こういったものにある多くの遺物というのは、この1800年代から1900年代の初頭の100年間にかけて、えーまあ、ある種、あの、取っていかれたものということになってます。 当時エジプトというのは二重支配になっていました。イギリスとフランス。そしてイギリスの方はソルトっていう、これは総領事がいました。で、フランスの方はドルビエッティというね、あの、総領事がいました。で、お互いに我先にと思ってたんですかね、と思うんですけれど、 えー、名前、ソルトさんから、ソルトについてのコメントが来ているというのが、あの、偶然かもしれませんけれど。はい。えっと、これがまあ、さすがまあ、フランスとイギリスで、ライバルだったんですけれど、彼らというのは、ただ、あの、むやみに争うのではなくて、あの、エジプトを二つに分けて、お互いの縄張りを確保して、より効率よく利益を上げるようにしてたんですよね、彼らは。まあ、すごいです。 えーまあ、そのようにして本当にあの利益を上げていました。で、まずあのこの中で、このソルトについて話をしていきたいと思います。ヘンリー・ソルトという人物ですね。はい、<laughs> 略奪はしていませんで、あのヘンリー・ソルトさんなんですけれど、まあ、大規模な発掘によって、イギリスにエジプトの遺物を運び出した人物ですけれど、彼が知られてるのは、2人の,あのジョバンニっていう人を雇ってました。 一人は有名な人物で、ベルツォーニっという人ですね、ベルツォーニ、えー、で、ベルツォニというのは、このジョバンニ、えー、バティスタ・ベルツォーニというね、あの人なんですけれど、この人を雇っていたのと、あとあのキャ、カビッディアという人もね、このジョバンニ・バスティスタ・カビッディアというんですけど、これスフィンクス発掘した人なんですが、あのー、まあの、二人のジョバンニを雇っていました。そこを見ていきましょう。 まずこちら、ベルツォーニーですね、えー。このベルツォーニーさんなんですけれど、もともとは、えっと、水力学、えー、ということで、あの、揚水器とかを自分で作っちゃうような、あの人になっていますね。あ、ありがとうございます。えー、そうですね。 で、この用水器とかを作って、あの、売りさばく人なんですけど、彼もともと怪力男で、2メートルぐらいあったのかな、確か。で、サーカスの、あの、力持ち男っていうようなことで、えっと、多分、ググってもらうと、ベルツォニが、なんか、子供か、女の子か、そういったのを何人もこう抱えてるような、あの、絵とかがあるんで、ぜひ見てみてください。 で、彼自身は当時エジプトの支配者、モハメッアリって言ったんですけど、あの、ま、ボクサーのモハメッアリと一緒の名前ですけど、えー、モハメッアリって言ったんですけれど、そのモハメッアリに自分の用水器売り込もうとして失敗して、で、どうしようかなっていう時に、さっきのソルトさんに雇われて、いきなり異物の、あの、発掘を、まあまあ、略奪ですけどね、あの、始めたっていうようなことになってます。で、この人はちなみに、あの、インディ・ジョンズ、 のモデルにもあのなったのではないかというふうにも言われている、えー、人です。で、彼がどういうじゃあ発見、発掘をしたのかというと、まずこちら、アブ・シンベル大神殿ですね。今回はどれくらいいるんだろうな、エジプトに行かれたことがある人、はい、何ぐらいいます今回はどれくらいいるんだろうな、あ意外と少ないかな。 30人ぐらいなのかなエジプトに行きたいかおはい。おやっぱりみんな行きたいなっていうことで、やっぱりそうですよね。エジプトに行きたい人、今も80名ぐらいバーッと上がりましたけれど、ね、落ち着いたらぜひ、あの、エジプトに行ってみてください。 えー、アブシンベルに行ったことがね、ある方もいると思いますが、ぜひあのエジプトに行くんだったら、このアブシンベルっていうエジプト最南端の地の、これは岩屈神殿としては最大級の、もう最大ですね。最大のものですね。すごくこれ見応えのある、あの、ものになっています。で、このアブシンベル大神殿が発見されたのは1813年の、えっと、ヨハンルードヴィッヒ・ブルカルトっていう人が、あの、見つけています。ただ、その掘り出したのが、 えー、ベルツォーニに,になっていますね。1817年に、えー、掘り出してます。で、そのちょうど、あの、同じぐらいのあの時期かな、えー。本当はもっと埋まってたんですけどね、えー。それをある程度掘り出した後の、これは、あのー、なんでしょうね、えー。リトグラフになってますね。で、リトグラフなんですけれど、これを書いたのがデビッド・ロバーツっていう人ですね。えー、デビッド・ロバーツ。 で、デビッド・ドバーツさんのこの絵というのは、この人、スコットランドのあの画家で、私がすごく好きなあの画家でもあるんですけど、ものすごく本当に雰囲気のあるね、えー、綺麗ですよね、あのー、 こういった絵を残しています。アブシンベルだけではなくて、ギザー、ルクソール、オーケの谷、デンデラーとかね、いろんなところ残っていて、当時は神殿には色があ,のあったんだなというのが、まあ、デビット・ロバーツさんの絵なんかを見てもわかるので、これも今はネット上で公開されていると思うので、今ぜひあの見てみてください。この時代の画家は、ある意味で、 何でしょう第二、第三のナポレオンのエジプト史の観光っていうのを、あの、目指していたっていうふうに、えー、言えると思います。 ナポレオンのエジプト誌っていうのは、まあ、それだけで対策で、まあ、それで人材さんもちろんね、あの、気づけたりもするので、本を刊行するということで、えー、まあ、そういったものを、あの、デビット・ロバーツ自身も、あの、目指してますね。デビット・ロバーツはちなみに、あの、42歳から2年間、あの、ここのところに、えー、行っています。まあ、あと彼は、えー、何でしょうね、エジプトだけではなくて、あの、聖地、エルサレム、あの、その他、シリア、 アラビア、ヌビアとか、そういったところなんかも、あの、行ってますね。はい。で、まあ、ここのところを、あの、ベルツォーニが発掘したっていうことになります。あと、ベルツォーニが、あの、持っていったのがこちらですね。これは、ルクソール西岸のラメセウムっていうところになります。ラメセウム。 でラメセウムっていうところにラメセス2世の巨大な像があったんですけれどありがとうございますこのラメセス2世の巨大な像は1798年のナポレオンのエジプト市の時に最初あのフランスに持っていかれようとしました。たただあまりにも重かったので こちらのところを、あの、持っていかれるのが、こう、まあ、諦められたというかね、あの、無理だったんですね。重さが7.25トンかな、7トンぐらいあるようなものになっています。で、そのまま放置されてました。あ、デビッド・ロバーツの、えー、画像がたくさんあるところを、ありがとうございます、えー。見れるサイト、ぜひ見てみてください。ほんと綺麗ですよ、ここのところ。 で、こちらのところなんですけど、肩のというか胸のところに穴開いてるの分かりますこれ穴開いてるのは実際にナプレオンのエジプト州の時にここに穴開けてなんかロープで引っ掛けようとしたのかっていうことで持っていかれようとしたものになってますね。まあ、ただ持っていかれず放置されていたものをヘンリー・ソウルトの方がこれはイギリスに売りさばこうっていうことで、あのベルトーニーにあの話をしてですね、なんとかこれを運び出せということで、まあベルトーニーはあの水力学とか、あと技術力があったので、あと怪力でもあったので、 えー、それを木製のローラーに乗せて、像でロープで引っ張って、実際に運んでいったというようなことになっています。でそれが現在、あのー、大博物館に、えー、飾られていることになっています。これも見た人いるんじゃないかな、大博物館行ってこれ見た人、はい、何人ぐらいいますおエジプトよりもう少ないか、20人ぐらいいますね。ね これね、すごいですよね。これも、あの、重要なものに。これ、日本に来たのかな日本に来たような気がするな、一度。ねえ。えっと、大博物館の100の物語か何かっていうので来たような記憶がうっすらとありますね。あの時にも NHK か何かの取材で私も話をしたような気がします。はい。 で、これは今現在は、はい、あのー、若きメムノンというふうにも呼ばれています。若きメムノン。 で、なぜメムノンというふうに呼ばれているのかというと、ルクソール西岸にメムノンの巨像っていう大きな2体の座像があります。で、もともとはそのメムノンの巨像っていうのは、アメンヘテプ3世っていうツタンカーメン王のおじいさんの像でした。で、このおじいさんの像のアメンヘテプ3世の像が、紀元後27年、えー、1世紀頃にエジプトを地震が襲います。 その時にそのアメンデプ三世の像がひび割れて胸の部分なんかがかなりあのー、落っこっちゃったり、えー、ボロボロになったり、あのー、しました。ところが非常に不思議なことに、その地震以後、その像がなんと朝日を浴びると音を発したっていう記録があるんですね。すごいでしょうね。朝日を浴びると音を発する像。 で当時1世紀頃ギリシャ、ローマの人々が旅行,家と,旅行としてエジプトに来たときにその像を見てこのその音を発する像をです、ね、これはエチオピアの王様であるメムノンの魂が乗り移ったんだというふうにしてメムノンの巨像というふうにあの名前をつけたということになっていますメムノンというのはトロヤ戦争の中に出てくるエチオピアの英雄です。 えー、まあ、そのエチオピアのメムノンと、そうですね。まあ、誤解な名前が付けられたということになりますね。で、あの、人々はどうしたのかというと、実際に、あの、ラメセス2世のその神殿もメムノンの神殿というふうに呼んだんですね。え、あるいはラメセス6世の王家の谷のお墓もメムノンのお墓って呼んで、あの、なんでしょうね。今、例えば、旅行に行くときに観光ルートってありますよね。 え、現代人が、その観光ルートっていうのが、えー、あって、えー、その観光ルート、そうですね、メムノン、こちらのところもみんな、あの、フォローアップのいろんな情報を書いてくるので、チャットもぜひ見てみてください。えー、で、観光ルートがあるんですけど、紀元前、えー、紀元後か、紀元後1世紀の観光ルートっていうのが、メムノンの巨像に行って、ラムセス2世総裁殿で行って、ラムセス6世のお墓に行くっていうメムノン詣をするっていうね、あの、そういった、 あの、ルートがあったっていうのが面白いところでしょう。 で、その時にどうしたのかというと、落書きをみんな残していくんですけどね。あの、メムノンの巨像の実際足元なんかを見ると、ものすごい数の落書きが、あの、書かれてあります。もう現代も古代もやること変わんないですね。ラムセス6世のお墓の中にも、もうすごい落書きがあります。ちなみに、落書き学っていう学問が、エジプト学の中にはあります。えー、そこのところで、古代の落書きだと価値があるので、どういった人たちが、あのー、 どうだったのかというようなことが書いてますね。例えばギリシャのあのプラトンが来たのかわからないんですけれど、えー、プラトンが見たというみたいなことをラムセス6世のお墓の中でギリシャ人が落書き残してたんですね、するんですけどね。もちろん皆さん言っても落書きしないでくださいね。今は何の価値もない。ただの遺跡破壊なので。はい。まあその、 ラムセウム、あの、こういった形になっています。で、ラムセウムっていう名前自体は、実はシャンポリオンがつけてますね。えー、シャンポリオンが。シャンポリオン自身は、あの、ラムセシオンっていうふうにね、あの、呼んでいるんですけれど、それの英語表記で、あの、ラムセウムみたいなことに、あの、呼ばれています。現代はそういうふうに呼ばれているんですけれど、古代では、あの、名前がそれぞれの神殿にはついていて、古代の名前っていうのはちょっと長いんですけれど、 えっと、ウセルマートラーセテペンラーのいく百万年もの神殿というふうに呼ばれていました。長いですよね。ウセルマートラーセテペンラー。これ、ラムセス2世の即位名かななんですけれど、あの、 えー、それのいく百万年もの神殿というのは、古代エジプトにおいていく百万年というのは、これはあの永遠というような意味になります。ルクソール西岸にある、いわゆる、あの、まあ、総裁に関わるというふうに言われていますが、死に関わる、えーまあ、記念この神殿というのは、そういった、あの、いく百万年もの永遠の神殿というふうに古代では呼ばれていました。はい。 さらにちょっとベルツォンに見ていきましょう。ベルツォンに自身が、あの、続いて発掘をしたのが王家の谷になります。王家の谷のところで彼は八つの、なんと八つの墓というのを見つけたり発掘したりしているということでね。あの、すごいですよね。ああ、フィフビさんさっきからありがとうございます。感謝です。 で、えっと、彼は、あの、なんでしょうね。まあ、水力学をやっていたということがあるのかもしれませんけれど、地形を読むっていう特殊な能力があったっていうふうにも、あの、言われています。地形を読むこと。なんかね、こう見えるっていうことですね。えー、王家のニっていうのも実際にはワディっていう枯れニ えー、まあ、水なんかが実際に雨が降ったりして、そこのところの、こう、作られた、まあ、あの、枯れた谷っていうふうなものなんですけれど、そこのところで彼はこういったところに墓があるんだろうなっていうふうに地形を読んでいって、8つ見つけてます。えー、そのうちの一つが、最も彼を有名にした、 え、お墓で、通称ベルツォーニの墓っていうふうにも呼ばれています。まあ実際には入り口はそれよりも以前に見つかっていたんですけれど、まあ本格的な発掘をしたのはベルツォーニです。その墓、こちらですね。セティ一世のお墓になります。すごい綺麗ですよね。こちらのところは。セティ一世応墓 このセティ一世、ラメセス二世のお父さん、建築王として名高い王のお父さんである王家の谷の中では最大の,あの長さを誇る、えー、墓ということになっています。ここから、あのー、ベルツォーニが見つけたのはエジプトアラバスター製のセティ一世の、えー、棺になってますね。これは見つけたときに、まあ、 なんか、洞窟と略奪の時代ね、<laughs> なので、えっと、大英博物館に、あの、彼は売ろうとしていました。で、ただ、高値を理由に断られて、1824年に、えー、ジョン・ソーン卿っていうね、労働、あのー、ソーンですね、に、えっと、2000ポンドで、あの、売ったことが知られています。えー、現在だと18万ポンドぐらいに相当するそうですが、日本円でどれくらいか、想像できます ああ、そうですね。ジョンソン教。えっと、日本円でさあ、質疑1個いくらかいくらぐらいだろうはい。みんなわかるかな ?3000 万おお、すごい !1000 万おお、他にはどうだ 18万ポンド。これだいたいそうなんですよね。2800万相当という、100億すごいな。はい。あの、さすがにあの、100億は質要に <laughs>、あの、出さない感じなんですけど、だいたい3000万ぐらいというふうに、えー、2800万ぐらいというふうに言われてます。現在もロンドンのそのジョンソン教の博物館に、えっと、置かれているので、これもね、えー、3D データがあって、 見えるので、一度ちょっとググって見てみてください。すごく綺麗ですよ。あの、ここのところは、えっと、ファクトラムっていうところ、ツタンカーメンのお墓の3次元データを作ったところが、完璧な形で、その、あの、セティ一世のエジプトアラバッサー製のものも作っていますので、まあ、ぜひ、あの、ありますね。あの、セティ一世の、セティ一世の墓ではなくて、 えっと、セティ一世の墓から発見されたセティ一世の棺ですね。エジプトアラバスター製の、えー。それがあります。セティ一世の墓は 3D データではないですけど、内部は入れるようなものがあったんじゃないかな、データとして。はい。えー、まあ、これがまあ、ベルトーニの墓というふうに呼ばれているものになりますね。はい。棺のデータがあります。 で、続いて、あのー、ベルツォーニ自体は、王家の谷だけでなくて、ギザも発掘しています。ギザのところで発掘しているので有名なのが、第二のピラミッドを作ったカフラ王の、あの、ものになっています。えー、カフラ王の原質にアクセスしたのはベルツォーニなんですよね。えっ、ー、と、これは1818 18年の3月2日に見つけているんですけれど、あのーあ、ありがとうございます。 これは、ああ、そうですね。ここのところですね。生徒一生のところ。ああ、ありがとうございます。ああ、宮川先生もね。えー、あとは、えー、ひろこさん。えー、ありがとうございます。はい。で、ここのところなんですけれど。 カフラ王のあのー、ものなんですがラ、そうそう、落書き書いてますよね。ベルゾーニーっていうね、落書き書いてますけれど、入り口発見して中を行ったんですけれど、ここのところはもう何も、ほぼ何も見つかってないです。見つかってるの、牛の骨しか見つかってないんですね。まあ、そのために、あの、なんか、払い性的に大きく名前を書いたっていうようなことになっています。はい。 続いてこちら見ましょうか。えー、ドロビエッティの発見になります。で、この人ですね、イタリアのトリノの博物館であるとか、フランスのルーブル、あとベルリン博物館などに異物を実際に、えー、売りさばいていますね。い、ま、ろ、あ、んな面白いものを彼自身は見つけているんですけれど、個人的にすごいなと思うのが、あの、パピルスコレクションです。 すごいパピリスコレクションを見つけて、そのパピリスコレクションを実際に、あの、売ってますね。 えー、売りさばいてます。えー、そのいくつかが現在はトリノなんかにあの、あります。トリノの例えば上のところはラメセス4世の王ブの平面図。古代エジプト人のお墓とかピラミッドとかでよく設計図ないんですかというふうに聞かれるんですけれど、実は王家の谷に関しては、あの、こういった平面図が見つかってます。ただ実際平面図と本物のお墓を比べるとちょっと若干違ったりするので、あくまで予定としてもともと作ったの ではなないいかなという,ふうにもあと下のところはトリナの最高、えー、パピルスということでここのところに書かれてあるのはあのワディハンマートっていうところがあるんですけれどそのワディハンマートっていうあの近郊の近くで えこういったものが、遠征が行われたときに、こういったところにこれが取れますよ、みたいなことが書いてある。なんかある種の、なんでしょうね、宝の地図みたいなものがね、あの、書いてあるようなものにもなりますね。 これすごく面白い。これトリノにあるので、ぜひトリノに行く人は、あの、見てみてください。あと、有名な、あの、王名表、歴代の王たちの名前が書かれてある王名表もあります。これトリノの王名表、結構バラバラなんですけれど、そちらもありますね。え、あと、あのー、ラメセス三世時代の王宮の陰謀が書かれた裁判パピルス。こういったものも、あの、発見し、そちらのと,ところもトリノに置かれてあることになっています。うん で、これらのパピルスっていうのは、もともと新王国時代末期に、まあ、テーベの行政の拠点であったメディネートハブっていう、まあ、あの、ラムセス三世総裁殿があったんですけれど、そこの国家文書としてまとめてあったものが、最終的にはバラバラにいくつか見つかったのではないかというふうに言っている研究者も、あの、いたりします。まあ、すごいですね。まあ、あの、実際にただ、まあ、 こちらのところは、まあさっきのね、ショルトと、ね、えドルビエッティだけではなくて、他にもいろんな発掘を行っている人がいます。例えば、ダイナマイト発掘で有名なハワード。 ねこういう人も言ったりしますね。当時はまあ遺跡を壊しながら発掘することに何の躊躇もなかったわけですね。もうダイナマイトでバーンバーンバーンとこうね、あの爆破しながらあのピラミッドあるいはスフィンクスそういったものをあの、まあ、発掘というより破壊ですけどね、していったということになっています。有名なのがこれはギザの3番目のメンカウラ王のピラミッドになってますけれどなんか無

えー、もちろんダメなんですけれど、していけないんですけれど、なんでしょうね、こう内視鏡体の内視鏡みたいなことで、ピラミッドの中をこう覗き見える、見れるので、ここ私ね、入ってみたいなというふうに思ってるんですよね。内部構造がわかるので、これは。私結構まあいろんなところ、ちょっと入れないようなところもたくさんギザのところでは入ってるんですけど、ここはね、ここだけまだ行ってないんですよ。 えー、ここと、あとは大ピラミッドの、えっと、大回廊から、えっと、地下の間に続く下工通路があるんですけど、そこのところにも抜け道みたいなのがあって、この2カ所はまだ行ってないので、ちょっと許可を得てね、行こうかなと、いくつか行こうかなというふうには思ってます。本当ここを見ると、ピラミッドの内部は、 わかるわけですよね。ただ結構ここの記録は大変だろうなというふうには思っています。うん。最近かな、2年ぐらい前に、あの、ライカが出した、あの、3D スキャンの小さなポータブルな、あの、ハンディーなものがあって、ちょっとね、570万円ぐらいするんですけれど、まあ、それ買って、ここ、なんかバーッと行くときれいにデータ取れるんじゃないかなとは思っています。ちょっとここは写真測量には向かないので、まあ、そういうこともちょっと考えていたりはしますね。 ちょっと話がずれましたが、ええー、まあ、その、あの、ハワードバイス。あのー、今は入れる状態なんでしょうか入れますけど、い、まあ、なんでしょうね。ここにまず行けないですね。普通の、あの、一般の人は。えっ、ー、と、私はここまでは行ったことがあるんですけれど、えー、ここは今、あの、金網があって入れないようになってますね。はい。そうですね。これぐらい爆かされてもピラミッド崩れないですね。あの、すごいです、ピラミッド。はい。 で、バイス自身、ちなみにどういうものを見つけたのかというと、中からなんと、メンカウラ王の木製の棺と、あと石棺をあの見つけています。で、この木製の棺は現在は大英博物館に置かれてありますね。まあ、ただ、あの、書かれてある内容、え、あと、発見された、あの、考古学的な、まあ、コンテキストといいますけれど、そういった文脈から考えると、これはどう考えても末期王朝時代のものじゃないかというふうに ううに言われています、えーまあ、私もね、ちょっとヒエログリフ、あのーまあ、本当に学生時代に習ったぐらいなんで、まあ、宮川先生にいつかお聞きしたいなとは思ってはいるんですけれど、なんかこれ、言葉からも分かるのかな、これね、上下エジプト、ねまあ、オシリスって書いてあってね、あのネスービトってメンカウラの名前が、えーまあ、書いてありますけれど、まああのー、こういった文脈からして末期王朝だというふうに、えー、言われて、あのー、いたりします。まあ この辺普通のね、文字で出てくるんですけれど、どの辺が末期王朝なのかなっていうのがね、あの、ちょっと私の,あの知識の方では、えわかんないんですけれど、まあそういうふうには、あの、言われています。 えー、あとですね、あのこちらのところは、石棺も発見されていましたで、この石棺の方なんですけれど、木棺がこの中にあったんですが、石棺もあって、これも大英博物館に運ばれる予定だったんですけれど、この大英博物館に送る際に、あのマルタトの,あの沖、あるいは、えー、となんだっけな、えー、カルタヘナっていうところがあるんですけれど、それの付近で船が沈没して、えー、もう今は、 わかんなくなってしまっているということです。もしかしたら、この、うーん、石棺だけは当時の,あの大王朝のものかなというふうにも思ったりするんですよね。 王族のものでこういうものがちょっとあったりするのでね、大王朝時代のもので。そう、ここで水中考古学がっていうのでね、あの、まあ私の友人でもある山船さんと話して、ここでなんか山船さんなんか発掘一緒にできたら面白いですね、みたいな話は、あの、ちょっとこの前もしていました。はい。えー まあそういった、あのー、発見ということ発掘ということで本当に1800年代の初頭というのは略奪ダイナマイト。 今、あの、ヨーロッパの方にある様々な遺物というのは、その時に持っていかれたものということになっています。で、その後どうなるのかというと、あの、最初のある種本当の意味での考古学者たちが現れて、遺跡、遺物、こういったものを守る動き、文化財として守る動きというのが始まっていきます。その中でやはりまず紹介するのはこの人物ですね。フランスの え考古学者であるオーギュスト・マリエット・パシャになりますね。オーギュスト・マリエット・パシャ。えー、この人はあのフランスのブローニョっていうところに生まれた人で、エジプトの考古曲を初めて作った人になっています。えー、あと、考古曲を作ったというだけでなく、自分が曲調にもなり、あと、博物館をエジプトに最初に あの、作った人物としても、えー、知られています。えー、あ、お。 宮川先生が先ほどの棺のヒエログリフ、缶抜きの S の使い方が広告時代には見られず、かなり新しい末協調時代に現れる感じっぽいです。さすが。ありがとうございます。ということです。皆さん。あの、えー、宮川先生からフォローが、あの、えー、入れていただきました。感謝です。ね、今までこれなんでかなと思ってたんですけどね。あの、ありがたいですね。はい、そんな感じです。そう分か たまにわからないことがあったら、宮川先生に言ったり、ねあの、工学的にわからないことがあったら、チさんに振ったりね、あの、するんですけれど、えー、大変助かります。はい。で、見ていきましょう。で、あの、こちらのところ、マリエットなんですけれど、今現在でも彼の彫像というのが、カイロ博物館ですね。カイロのエジプト博物館のところにあって、彼の、えー、遺体ですよね。棺の中に、 えー、あります。マリエットの、オーグストマリエットの、この中に、彼は死んでも博物館を見守っていたいということで、遺体があるわけですね。まあ実際彼が作った博物館は、その今あるタハリールの博物館では、あのー、ないんですけれど。この彫像、トルコ風の衣装そうですね。当時、やっぱり、あの、トルコ帽あのー、をこう被って、えー、まあ、いわゆるなんでしょうね。パシャパシャみたいなね。えー、まあ、その、あの、なんだろうな。 どっちかっていうと、まあ、親方じゃないんですけれど、まあ、上流階級を、あの、あがめるような言葉になってますよね。ええー、まあ、そういった、あの、そうですね、トルコ語の継承ですよね、えー、ものになっています。はい。で、マリエット自身がもともとどういった人物だったのかというと、彼はですね、シャンポリオンの、あの、 えっと、なんだ、彼のいとこだ。彼のいとこであの、ネストロ・ロートっていう画家がいたんですけれど、そのネストロさんは、シャンポリオンのエジプト探検に一緒についていた画家です。で、まあ、ネストロさんは静岡国若くて、あのエジプトから手紙をあの国のえ自分の家族に送ってたんですけれど、そういうのを親戚で見ていたときに、やっぱりその、えっと、 若い純粋な感動がその手紙の中にやっぱ溢れてるわけですよね。そういうのを見てマリエット自身もすごくそれでエジプトに対してこうロマンを。 持っていったというふうに言われてます。えー、あるいはですね、あと彼自身も言ってるんですけど、ブローニョっていうところには珍しく博物館でエジプトのものを置いてあったんですね。で、そこのところで彼自身は自分はブローニョ美術館にある、博物館にあるミイラを通してエジプトに入ったというようなことなんかもあの言ってます。で、彼はもともとは、あの、教師でした。 えただですね、この時代の何でしょうね、教師とか文化人って、趣味で言語をやるときに、まあ特にヨーロッパの人たちって言葉すごいんですよね。あのヒエログリフ、コプト語、シリア語、アラム語などを学んでいたっていうことで、ね、とんでもないやつですよね。で、あの、教職を辞めてですね、ルーブルあの美術館に事務員として入って、安い給料でずっと働いていたんですけれど、その働きが目に留まって、えー、1850年のところでルーブル美術館から、 あの、じゃあ、エジプトに行って、あの、コプト語の写本を買ってくるっていう、そういったあの、役目を持って、エジプトの地に降りてしました。ところが、当時、コプト語のあの、大司教からですね、そういった写本の方は売らないっていう、あの、もう、やっぱり文化財、自分たちのものとして守るっていうようなことで禁止されて、えー、買えなかったんですね。そこで彼、どうしたのかというと、 あの、まあ、ピラミッドとかね、ナイル川のそういった光景を見て自分はこのお金で発掘しようと発掘始めたんですね、勝手にね。すごいですよね。あの、頼まれていて写本を買わずに、あの、そのお金使って発掘するっていうね。あの、どんだけなかなか、あの、つわものって思うんですけれど。で、そこで実際に彼が見つけたのが、えー、まあ、彼の名声になるんですけれど、セラペウムっていう、はい。 え、人物、あの、遺跡の場所になっています。もう本当何というパッションの人物っていう感じですけどね。当時は勝手に発掘できないですね。あの、当然ながらここのところ発掘権みたいなものがあって、そこのところ申請するんですけれど、ただもう今よりずっと簡単に、あの、もう骨があれば発掘できるような形でした。 まあすごいです。で、彼自身は、あのメンフィスの聖なる牛、アピスの埋葬場所がセラペムなんですけれど、そのことについてギリシャの歴史家、あとは地理学者でストラボンという人がいるんですけれど、そのストラボンが一世紀頃に書いた著作に砂で覆われた スフィンクスの賛同があって、それはセラペウンまで続いているっていうような言葉が残っているんですね。それを、あの、彼自身29歳だったんですけれど、あのー、サッカラに行った時に実際に砂で覆われた、 あのスフィンクス参道っていうのを見つけて、これがストラボンの言っている参道じゃないかとか。そうですね。チリ市の人です。で、えで、ここを掘り進んでいったら、そのセラペウムに通じるんじゃないかということで、掘り進み、見事セラペウム発見ということになってます。このセラペウムの発見は、当時としては、あのベルツォーニの墓、セティ一世の墓に次いで大発見というふうに、あの、見なされたものになった。 います、まあ、すごいですよね。まあ、セラペーム自体はもともとは、あの、アメンヘテプ3世、さっき出てきたメムノの巨像の人ですよね。あの、アメンヘテプ3世の時代に遡ります。その後、ラメセス2世の息子のカーエム・ワストなんかがアピスの牛を埋葬するためにえ穴掘ったとかね。あの、そういったことも書いています。そうですね。本当、ある種、まあ、シュリーマンも含めてですけど、本当、パッションが、 この時代の人たちは強いですよね。うん、驚異的な、あの、本当に、あの、人たちです。 最終的にこのセラペウムが大きく拡張されたのはプトルマヨシスョ時代で、今現在の長さが350メートルというような形になっています。棺もでかいですよね、牛のものなので。70トンとかね、ええー、いうふうにも言われているものです。で、これは1992年にエジプト地震がありました。私がちなみにエジプトに、あの、住み始めたのが1992年なんですけれど、地震があってね、うん、その時覚えてますけど、 カイロのザマレクってところ歩いてたんですけれど地震があってちょっと揺れたんですよでただまあ,あの日本人って地震に慣れてるじゃないですかだから私はあ地震だと思ったでもこれぐらいなら大丈夫かなって見てたんですけど周りのエジプト人たちがいきなりこうコーランを唱え始めたりあのねあの「アラークバラアラークバラ」ってねなんかもう本当にみんながこうあの大変だみたいなことになったんでエジプトって地震慣れてないんでみんな 本当に驚いたみたいですね。えー、もうものすごくやっぱり動揺したみたいです。友人ですごい屈強で何にも動じないようなやつがね、一人にあのシェリーフってやつがいたんですけれど、あの、彼はその時には、その後の地震だったかなあの、車のなんか修理がなんかをしてた時に車がこう揺れて、はじめ友達がなんかこうね、 あの、ふざけてんのかなと思って、こう、やめろよって言ったけど、それでもずっと動いたのお前何してんだってバッと起きたら、地震でこう揺れてたので、まあ、あの、彼と後で話を聞いた時に、お前どうしたんだ、シェリーっていなとりあえず怖かったので、走ったって言ってましたけどね。<laughs> いや、走ってどこ行くんだ、お前みたいな、突っ込みをかけてましたけれど、あの、とりあえず走ったって言ってましたけどね。あの、それぐらいやっぱり地震慣れしてなくて怖かったみたいですね。 ちょっと話飛んじゃいましたけど、で、1992年に地震が起こった時に、このセラペウムの壁の一部が、 あの、亀裂が入ったんですよ。で、そこのところで、あの、危ないということで、セラピーム一般公開しなくなったんですけれど、それから20年ぐらい閉まってましたが、あの、保存修復の工事というのが、2012年に終わって、10年前ぐらいから公開また開始しています。ここもぜひ、あの、行ってみてください。はい。 で、続いてで、マリエットなんですけど、ギザの方の発掘も行ってます。マリエットが発掘したところなんですが、ここです。これはカフラーを、第2のピラミッドを作ったカフラーの河岸神殿になってますね。河岸神殿。そこのところの発掘を行ってます。河岸神殿って、あの、もともとは、 あのー、砂に埋もれていなくて10メートルぐらいの高さのある、これ壁の一部が上だけ見えている状態です。あのー、ギザはモカッタム類層という類層が、えー、っと、いつもね、わかるかんなくなるんです。北西から南東に向かって傾斜していて、その南東の一番低い端っこがスフィンクスです。河岸神殿があるところ。そのためにここに砂が、 そのために河岸神殿も実はこのもともとはフリースタンディングの,あの神殿だったんですけれど砂が堆積してあたかも地下に掘られた神殿のようになってしまっています。で当時 一つのなんか噂みたいなもの。あ、ちなみにこの写真なんですけれど、この写真はあのメイソン・ボンフィスっていうベイルートに住んでいたフランスの写真家一家がいたんですけれど、えー、そこが撮った写真で1800年代からの終わりぐらいに撮った写真で、たくさんこれもね、あのボンフィス一家が撮った写真ってあるので、えー、これはアメリカの議会図書館からあのダウンロードしたものなんですけれど、超高解像度でも公開しているので、ぜひ見てみてください。議会図書館でね、あの、 そうですね、エジプトとかね、えー、とギザとか調べると、たくさん出ています、当時の昔の写真が、すごく雰囲気のある写真が、えー、あります。特にボンフィッシュの写真というのは素晴らしいです。まあ、当時の雰囲気があのここのところで分かると思います。で、えー、とその,あのマリエットが発掘したときなんですけれど、マリエット は当時、あのアレッサンドラ・リッチっていう人がいたんですけど、その人がスフィンクスは墓だっていうようなことを仮説として言っていて、そのためにどこかにその入り口があるんじゃないかということで、この神殿の床面なんかをずっと調べてたんですね。その時に床面の一部から縦穴みたいなものがあって、そこのところからカフラー王のこの座像っていうのを見つけてます。 時代のマススターピーピの一つということになってますこれは結構バラバラで置かれていてなんか頭からひっくり返されるようにして置かれていたので後の時代にこれは何らかの理由で埋められたんだとは思うんですけど理由の方は分かんないですね、うん、非常に不思議なんですけれど、えー、まあそれをまあマリエットが発掘してあの今現在は博物館に置かれてあるということになっています。 えー、あとですね、マリエットが発掘したものとしてあるのがこちらもそうです。ちなみにカイル博物館に置かれてある異物の結構マスターピースはマリエットが発掘したものというのが多いです。すごい綺麗ですね。美しいです。こちらのところは1871年に、えー、メイドゥムで発見されたラーヘテプと、あのー、ネフェルトっていう人の、あの像になっています。これはクフ王の 大ピラミッドを作った兄弟、えー、に、えー、なっていますねあのメイドムで発見これ目がすごいですよねこれ暗闇の中で発見されたんですけれどまあ、逸話として残っているのがマリエットのあのー、労働者がですね 懐中電灯を開けたら、これの目に当たって、本当の人がいると思って腰を抜かしたっていう話が残ってるぐらいに、な本当に眼力強いって感じですよね、えー。石英と水晶、あの、使っているようなものになっています。えー、ここのところ、横に書かれてあるのは、あの、ラヘデプさんのタイトルですよね。えー、っと、まあ、ヘリオポリスの偉大なものとかね、あの、まあ、広間の、えー 支配者とかね、まあ、武藤の第一人者とかね、あの、軍の長官とか、まあ、そういったことなんかが書かれてあります。あの、ネフェルというのは美しいという意味で、ネフェルトというのは美しい女性というような意味になってますね。王の知人、ネフェルトという名前がこちらのところには書かれてあります。まあ、男性はこの時代、力強さを表すために握り拳を握って、女性はそっとしとやかに手を置いている。肌の こういった焼けた肌と女性の白い肌っていうのは、まあ、当時のこの美的感覚っていうのを表しているんでしょう。あと発見されているもの、これもすごいですよね、メールムのがこれも1871年、メールムのアテトという人の墓から発見されたものになっってていますすテンペラ画法ですよね顔料といわゆるあの転職剤を混ぜて作ったものになっています。 赤は色として、テぷらル美しいですよね。赤はあ、これは酸化鉄ですよね。で、あの、黄色というのがイエローオークル。これも酸化鉄になっています。黒はススとかですよね。これにアラビアゴムを混ぜたのではないかというふうに考えられています。あと、白は石灰。こういったものを使って、あの、 作られた、えー、メイドムのガ本当に美しいものになっています。これもカイロのエジプト博物館に置かれてありますね。ただ、こういったものは新しい大博物館に、うんまあまあ、移動されるんじゃないかなというふうには思います。あと、あの、初期座像。これもマリエットを発見してますね。これは作家らしトで大豪朝時代のもの。まあ、古代において初期というのは非常に重要な役職で、あの、あったわけなんですけれど、えー、そのマリエット自身が ものを書く、この書記を発見していますね。手にはパピルスを持って、えー、指のところにはこうペンなんかをこう、あの、やるシーンですね。目のところ、アイライン。これは、先ほどもそうなんですけど、男性であっても女性であっても、こういうふうにアイラインを塗ったりします。これ、顔病予防というようなね、あの形にもえなっています。はい。その後、マリエットが、 あの、ま、あ考古学者ということで、考古局を作って、いわゆる発掘をするためには、ちゃんとした、あの、申請をして、そして許可書を得る、えー、というようなことをしていました。で、ただ、この時代というのは、まだ完全な現代のような形ではなく、半分は宝探しのようなものでした。実際に、例えば、見つかった遺物は山分けでした、これは。 あの、そういった山分けではあったんですけれど、ええー、まあ、その山分けは、例えば、あの初、はじめ暗黙の了解だったんですが、ええー、あ、こちらのところ、あ、一さんが顔料の解説書いてくれてますね。あの、顔料の解説、ぜひ見てみてください。こちらのところに詳しく書いてるはずです。 えと山分けだったんですけれど、それが法律でも定められてました。1912年の法律第14条第2項っていうのがあったんですけど、エジプトに。そこのところで重複するものがあれば、それは気前よく山分け、半分っていうようなね、2つ同じものがあれば、1つは発見者、1つはエジプトにというようなことにな,のなっていたぐらいです。で、その時代にまあ有名なあのフリンダス・ピートリーとかね、ウォーリス・バッジとかね、 まあ、そして、まあ、例のハワード・カーターとか、そういった人たちが活躍をし、えー、異物というのを、まあ、ある種合法的な形で発掘。えー、半分は自分たちのもの、半分はエジプトにというようなことになっています。まあ、本当にいろんなものがこの時代には見つかってますね。えー、そのうちのいくつか紹介しましょう。有名なのがこちらですよね。 何気ない縦穴に見えるんですが、これは DB320 というふうに、あの、付けられたものになってます。デルール・バハリというところで発見された有名なお墓の穴になりますね。ここのところは、あの、ロイヤルカシェというふうに呼ばれていて、ここからなんと、あの、古代の エジプトの王たちがあの見つかったと、えー、いうことになります。 あそうですね。ヤギが落っこちて見つかったっていうふうにこう言われているものなんですけれど、えー、それを見つけた人がこの人ですね。アブデルラスール・アハメッドっていうあの人なんですけれど、この墓の発見にはいろんな逸話があるので、まあ本当かどうかわかんないんですけれど、えっ、ー、と今ね、チャットのところにもあの書いてますけれど、まあこのアブドゥさんがまだ子供の頃にあのヤギをあの追いかけていって、えー、そのヤギがなんかこうね、あのー、 隠れていた、えっ、ー、と、墓の縦穴につまずいて、そこのところで実際にあの穴があるっていうのを分かって発掘してみると、えー、そこからナンダースという棺、ウシャブティ、カノプス容器、様々な 副装品が見つかったっていうことになってます。で、当時としてはこのアブドルさんえというかね、アブドルラスール、ラスール一家って洞窟一家なんですよ、もともと。だからそのヤギを落ちたっていうのをどう考えてもお前らもともと非合法の発掘をしようとしてたんだろうと思うんですけれど、一応いや、ヤギを見つけようと思ったらたまたま見つかったんですみたいなこと言ってますけどね。で、彼らどうしたのかというと、もちろん見つかったものはこっそり言ってました。徐々に徐々にバレないように少しずつ少しずつ売っていたっていう。 いううにね、あのことになってますでただあまりにもこれすごいものが、えー、売られていてあのヨーロッパの人たちが噂でどこかからか王家の墓が見つかったんじゃないかっていう噂がこの時代に流れてたんですね、えー、最終的には、えー、そちらのところ、まあ、このアブドゥル・ラスル、ね、一家が捕まって白状して実はこんなの見つかったんで見つけたんですっていうようなことでバレちゃったんですけれど。 見つけた場所、これ、デルエル・バハリっていうハトシェプスト女王の総裁殿がありますけれど、この山の奥の方です。こんなところにヤギ行くわけねえだろうって明らかに行かないような場所ですけどね。あの、いや、ヤギがここまで行っちゃったんです。追いかけて追いかけて行くとヤギが、みたいなね、いや、ヤギ行かねえよ、みたいな、あの感じですよね。はい。 で、えー、当時、あの、どうなったのかというと、あマリエットの後を継いでいたのが、あの、ガストン・マスペロっていう人になります。 まあ、オーギスト・マリエットの後を通じた、これは、あの、非常に、あの、思和な、あの、フランス人高校、あの、学者だったんですけれど、まあ、夏の暑い時期でガストン・マスプルさん、フィービーさんありがとうございます。えー、まあ、彼は、あの、ちょうど秘書で、あの、戻ってたんですね、バカンスのためにパリの方に。で、その時に、あの、女子の、あの、エミール・あのブルクシュっていう人がいたんですけれど、エミール・ブルクシュに、まあ、とりあえず状況を、あの、まあ、把握して、あの、見てこいと。あの、ただ、 えー、当時そのエミル・ブルックスとしても、まあそんなにすごいもん見つかると思ってなかったんですね。えー、多分あの無名の王の。 えー、ミイラが、あの、まあ、2、3体見つかれば、すごくいいんじゃないかな、ぐらいに思ってました。で、ま、助手を、あの、数人連れて、えー、っと、このアブデルラスール、えーまあ、ラスール一家を見つけたという DB320 のところに降りていくと、まあ、出てくるわ、出てくるわ、ってことで、伝説のトトメス4世、セティ1世、ラメセス2世、50体以上のですね、えー、王、王妃、 えー、貴族の及び5900点の副葬品。 すごいものが出てきました。で、当時はまだ洞窟活動がえ普通に行われていた時代でもあるので、彼はこれこのままだと、まあ、一気にですね、ここが洞窟ああされてしまうと、自分たちもこれは守れないということで、すぐさま200人ぐらいの男を雇って、え2日間もう休みなくとりあえず全て撤去させました。そのために記録というのはあんまりきれいには取られていないです。ただまあ、そんなに のんびり記録なんか取っていたら、あの自分たちも殺されてね。あの遺物も持っていかれるというようなま、そういう時代です。まあ、本当にある種、インディージョンズのバンバンバンと打ち合いがあるような、そういう時代だったので、えー、すぐさま持って行ったというようなことになります。結果盗まれたのは50点ほどの服装品のほとんどがウシャブティっていうね。あのものだったというふうにあの言われています。まあ、そしてその後まあ、ガストンマス、ペロ自体があのー、そうですね。 えー、このミイラというのをいろいろと調べていったわけですよね。まあ、調べていったところに出てくるのがすごいです。例えばこちら、えー、セケンラタオーというね、えー、人、第17王朝のヒクソスと戦った、これも伝説上の、あの、王で、えー、あるわけですよね。まあ、こういう、あの、人が見つかったり、えー、あるいは、ヤフメス。 第18王朝、第18王朝の海藻ですよね。こちらのところも見つかったりしています。<laughs> で、ミイラっていうのはちなみに黒いんですけれど、こういった黒くなっているということで、ミイラの,あの体、ミイラを作るときに、あの、なんでしょうね、あの、歴史性が使われていたんではないかっていうようなね。 あの話が、えー、あったりします。えー、まぁ、あ、歴史性っていうのは、日本語でもなかなか、あの、馴染みのない言葉なんですけれど、えっ、ー、と、なんでしょうね。あの、アスファルトとか、 カールとかあ、ありがとうございます。歴史性これですね。あの、黒いあの人工あるいは天然の,あの化合物になっています。これが実際に病気に効くっていうようなことだったんですけど、歴史性って例えばイスラエルの視界とか、あの、一部でしか取れないんですよね。 えっと、ミイラの名前が分かるのは、韓とか副装品に名前が書いてあるんですが、そうですね、あの、書いてました。これは、えっと、まとめて実は埋葬されていたんですけれど、えー、これも後たでね、ちょっと説明しますけれど、王家の谷のお墓のもともとの、あの、なんでしょうね、埋葬場所が盗掘されたので、そこからミイラだけ救い上げたんですね、あの、後の。 エジプトの新官たちが。で、その時に、あの、ドケットって言うんですけれど、これが一体誰かっていうことで、名札みたいなものをちゃんと全部書いてたんですね。そうじゃないとわけわかんなくなるので、これはラムセス2世ですとか、これイアフメスですとか、えー、これは誰々ですと、ちゃんと名札書いてました、これね。のミイラに。えー、まあそういうものも、あの、発見されて、えー、いたりします。 で、まあちょっと、あの、歴史のちょっと話に、あの、戻すとですね、えー、まあその歴史を実際にミイラに使っていたんではないかというふうに言われてますが、実際にはほとんど広告時代とかはないです。新王国時代の終わり頃になると結構使われ始めて、プトレマヨシオ時代になると、まあまあ使われるんですけれど、まあただ、いずれにせよ、あの、別にこのミイラを服用しても、 何の効果もないんですけれど、えー、歴史自体が非常に価値が、なかなか希少価値があったので、あの、ミイラ産業っていうのがね、一時期、あの、ヨーロッパでは、あの、流行って、えー、エジプトのミイラっていうのを実際に売るっていうようなね、そういったものなんかも、あの、ありました。まあ、今でもね、なんか怪しげな、あの、何々の病気に効きますとかね、あの、飲んでたりするのがあるのと同じような感覚になります。はい。 すごいですよね。これもそうです。これもそうですね。すごいですよね。伝説のトトメス3世です。エジプトのナポレオンとも呼ばれているエジプトの領土を最大に広げた人物。これはエミール・ブルクシュが包帯外して1886年に分析しています。えー、っと、こちらのところは、あの、頭部、頭というのは帝髪、えー、されてますね。えー、まあ、ここのところは、あと首、 と、えっと、体っていうのがもともとはバラバラで発見されたのが頭部が離された形で発見されたんですけど、今は引っ付けられているようなあの形になってますね。エジプトの領土を最大に広げた王ですね。 そしてこちらのところが伝説のラムセス2世ですよね、本当にそれまではラムセス2世の名前というのは、まあ、あのヒエログリフが解読された後数十年しか経ってはいないんですけれどそれでも至る所に彼の名前が見つかっていて、その伝説の王が実際に1881年に本当にいたということで、ミイラで見つかっているわけですよね、すごいですよね、ラムセス2世。 身長が170から173センチぐらいになります。死亡年齢、推定年齢は87から92歳というふうに言われています。赤毛です、面白いのが。赤毛の、あと巻毛っていうのかな、巻き髪っていうのかな、になっていて白い肌ということで、北アフリカのベルベルっていうふうにも言われていたりしますね。 虫歯になっていたり、感染症になっていたり、進行性の、えー、アテローム性、あの、動脈効果なんかもあったっていうのが、あの、いろいろな、あの、検査結果から、えー、分かっていたりします。 まあ、こういったものがね、本当に発見されたっていうのはすごいことです。で、ラムセス2世の棺があって、その棺の下のところに、あの、ヒエラティックで、あの、書かれていますけど、ここのところが、まあ、いわゆるその名札みたいなものですね。一体どんなことが起こったのかっていうのが書いてあるわけです。まあ、ここにラムセス2世の名前と、えっ、ー、と、そうですね、誕生名で即位名が書かれてあります。で、一体何が起こったのかっていうので、まあ、第20王朝の えー、最後の王であるラムセス11世の治世6年の時代に、アメンの大司祭あのヘリホルが、まあ、洞窟の被害にあった。 あの、ラムセス2世のお墓から、あの、そのミイラっていうのを父親のさっきの,あのベルトニの墓ですよね。セティ1世のところに、あの、移したと。で、ところがそこもですね、さらに洞窟が、あの、行われていたので、今度そこから、えー、DB320、あの、そこのところに、あの、移したみたいなことがずっとこう書かれてあるということになっています。 新館たちは両親から移動させたんでしょうか何かメリットがあったんでしょうかそうですね。これはあの、実際に両親からなんか映したね、ように思えるんですけれど、あの、後のいろんなパピルスが発見されていた、アポットパピルスとかも有名ですね。そこのところからの文脈を読むと、どうもこれは組織的に、あの、インスペクションと称して、古代のお墓を開けて、 当時、エジプトの経済っていうのは、一気にこうね、末期王朝時代、新王国時代後期に傾いていったので、あの財宝を盗んでいったんじゃないかっていうふうにもあの言われています。あの組織的な盗掘活動、そういったことが行われたというふうにも考えられていますね。その時に、こう、実際に当局自身が盗掘みたいなね、あのそういった話も、はい、あったりしますね。 えーまあ、こういったものも、あのー、発見されています。ミイラ以外を売っていたんですが、当時だと、まあ、当時というかミイラを売っていたのは近代に入ってからですね。で、あの古代のところはミイラのほかの財宝を求めていたというような形になります。であとですね、1800年代の後半で大きな発見というのが、 えー、こちらですね。これは、あのー、1881年に同じく発見されたものなんですけれど、世界最古の、えー、総裁文書ピラミッドテキストが、えー、実際に発見されています。マリエット、オーギスト・マリエットは、ピラミッドは語らないってずっと言ってました。 しかし、マリエットの助手をしていたさっきのエミール・ブルクシュですね。エミール・ブルクシュはいろんな大きな発見してるんですけれど、そのうちの一つが、あの、ピラミッドテキストの発見です。これはうなス王で、あの、エミール・ブルクシュが最初に発見したのは、ペピ一世っていう人のものですね。まあ、ただ、今観光客が入れるのは、こちらのうなす王。まあ、これが、あの、最後のピラミッドテキストなんですけれど、中入ることができます。こちらですね。すごいところです、これも。 まあ本当にえ人類最古の総裁文章ということになってます。まあ死者に対してある種何時というふうに呼びかけるようにして、あの語りかける。まあおそらく、あの葬儀の儀式の際に息子役を担う新官が死者である王、あるいは王妃に対してえ唱えた呪文じゃないかなというふうに考えられます。有名な口開けの儀式っていう儀式。それによってミイラが 来世でも食べれたり、生殖能力を持ったりするんですけれど、それを行っていることなんかも書いてあります。まあ、面白いのは、個人的に面白いのは、その口開けの儀式っていうのが、次の王である息子ではなくて、母親が行っているっていうようなことをね、すごく面白いなというふうには感じています。はい。上の人手みたいなのは星ですかこれ星ですね。あの、星の形になっています。こちらのところは。 そして、えっ、ー、と、まあ、宝探しの終わりと学術研究。お話した通りに、まあ、今まで見てきたところ、1900年代の初頭というのは、エジプトにおける発掘は半分宝探しだったんですね。もともとはほぼ100%宝探しみたいだったものが、半分宝探しになっていたのが、これが、えっ、ー、と、法令が変わりました、実際に。えー、1917年に、考古局の、 あの曲調が変わったんですね。これ、ピエール・ラ・コーという人に変わりました。えー、で、ピエール・ラ・コーに実際に変わった時に、彼は1921年に、もう大々的に文化財法というのを変えたんですね。えー、どう変えたのかというと、今まで50-50、半分重複するものは持っていっていいというのを、もう、 全部エジプトに、まあ、分配制でやめると。もう、あの、それはありえないということで、えー、廃止するっていうふうなことを言いました。これに強行に反対したのが、まあ、当時の、あの、ヨーロッパ、あと、欧米の博物館、特にあの、メトロポリタン、えー、あと、ハワード・カーター、あの、彼らはやっぱりすごい、あの、反対ってね、あの、なんだそれはというようなことで反対を、あの、挙げてました。えー、カーターっていうのは、 考古学者でもあるんですけれど、古美術賞でもあったんですね。実際に、あの、発見されたものっていうのを売ってます。例えば、2013年に日本で、あの、メトロポリタン美術館、古代エジプト展、女王と女神っていうのがあったんですけれど、見た人いるかな女王と女神展 はいって手挙げてました。ああ、見た方いますよね。はいはい。あそこのところで、トトメス3世の外国の王妃の財宝っていうすごい美しいものが来てたんですよ、メトロポリタンに。あれ、ハワード・カーターが見つけたものです。で、ハワード・カーターが見つけてメットに売ったんですね。えー、で、メットに売って、あのー、その結果彼自身はどれくらいの、例えばコミッションを得てたのかっていうと、今現在で直すと1000万以上です。 あのすごいあの、えー、お金稼いでます。えーまあ、そのためにあの分配制度をな、ね、くすって、なんだそれは、まあ、当然なるんですけれど、えーっとまあ、ラコ語自体はそれをあの執行したわけですね。でそれが実際にあの決まったのが、えー、1921年、ね。すごいですよね。 ツタンカーメン応募発見1年前です。もしもそういう意味で1年早く見つかっていると、あれ半分メットに持っていかれるっていうのが決まっていました。えー、まあそういう意味で実はツタンカーメンの発掘メンバーの主要メンバーがメット関係者っていうのはもう元々つながりがすごくあったあのからっていうことにもなっています。まあ、そのハワードカーター、えーこちらですね。まあ、カーターについては YouTube なんかでもいろいろと えー、アップしていますので、また見ていただければいいかなというふうに思っています。1874年の5月9日生まれ、えー、で、1939年の3月2日没ということで、64歳であの亡くなってます。よく言うね、ミイラの呪い、三タ目カーメンの呪いみたいなので亡くなったわけではありません。で、もともとは画家の息子で、え本人ももともとはあの画家だったということになってます。えーまあ、そのためにあの早くから エジプトに関わっていましたが、元々あの射精するためにあの来たというようなね、えー、模写ですよね壁画のあの担当だったということになります。まあ、その後エジプトの調査に関わるようになり、えー、遺跡査察官なんかをしていたのがカーターになります。まあ、ただあの先ほども見せたセラペウムあそこでも彼はあの遺跡査察官でしてたんですけれど、あの当時観光に来ていたフランス人と揉めてですね、あのその遺跡査察官をやめなければいけなくなり、最終的には そこで出会ったのが。 こちら、カーナボン教というようなね、ええー、ことになっています。これは、あの、オックスフォード大学、オックスフォードのあの、グリフィス、あのー、研究所の方から、ええー、書いてるものもですね。今、ツイッターでもつぶやいてたんですけどね、あの、YouTube とかこういうので使っていいって言ったらね、もうなんかもう、もうやっぱね、できるやつはね、メール早いんですよね。数時間後で返ってくるんですよね。はい、どうぞみたいな形でね。本当に、通常本当にできる人っていうのはスピードが早いですね。ええー、まあ、グリフィスも、あのー、 研究所のね、ところも本当にあのすごい感じになっています。 はい。で、まあ、彼らが、まあ、いわゆる、なんでしょうね、タッグを組んで、えー、発掘をするのが、まあ、王家の谷ということになっています。王家の谷で彼らが狙っていたのが、この中心部になってますね。この中心部っていうのは、谷の一番底なんですけれど、ここのところを彼らは発掘調査をし、えー、実際にそうして見つけたのが、KV62、キングズバーレンの62番目に発見されたというような、えー、意味になって います、えー、1922年の、えー、11月1日から掘り始めて3日後の1922年の11月4日墓と思われる入り口が発見ということになっていますもうすごいですよねでさらに掘り進んでいくと12段の階段が現れて、えー、その先封印の解かれていない壁があった ちょうど100年前ということになってますね。あ、すみません。K ですね。KV ですね。えー、になりますね。あのー、キングズバリーなんですね。で、まあ、もちろん掘りたかったわけなんですけれど、作業を延期してイギリスに電報を打って、ついに谷で見事な発見、無傷の封印を持つ素晴らしい墓。あなたの到着を待つために元通りに封鎖おめでとうということで、イギリスにいたカーナボン峡に実際にあの電報を打ったと。お、すごい えー、祖母が生まれた年、まだ健在。いや、素晴らしいですね。はい。えー、まあ、そして最終的に、あの、11月24日に作業が再開し、第一の封印の壁を取り除き、えー、実際にその後また別の封印壁が、えー、あってですね、えー、そちらのところで11月25日、あの、穴を開けて中を覗いたっていうようなね、シーンになってます。それが、まあ、有名なこちらのシーンに。 えー、なりますね。カータが最初に見た光景になります。 ねえ本当にすごいですよね。これはもう考古学者としてこういうのを見たらね、どんな感情を抱くんだろうなと思いますよね。まあ、あの、ツタンカーメン王ブ発掘記、これはあの日本語でも出ていますが、あの、まあ、読めるのでぜひ読んでみてください。まあ、書いてあるのが、はじめ、私は何もあの見えなかったと、えー。部屋の中から逃げていく熱い空気がろうそくの火をゆらゆらさせたと。 しかし今目が光になれるにつれて部屋の中の細部というのがまあゆっくりと霧の中から浮かび上がるようにあの上がってきた、まあ、数々の奇妙な動物、彫像、黄金至るところに黄金のきらめきがあったというような,、ね、なのことが書かれていますね。で、川ナ・文京がその時に何か見えるかねって後ろから言った時にカーターはあの まあ、半分言葉を失いながら、はい、素晴らしいものだっていう、そういう言葉も、あの、残っていたりします。まあ、今回あまり、あの、ツタンカーメンの話には、え、長く触れませんが、そのツタンカーメンのお墓、こんな形ですね。もう5000点以上のものが発見されたっていうことになります。ちょうどこれ覗いているようなシーンになってますね。中のところ、 えー、こちらのところもすごいですよね。えー、っと、ロシアのマトリューシカのような形で図図、図紙の中に、図紙の中に、図紙の中に、図紙その中に、えー、鶏岩の石管があり、その中に、えー、金箔を張った、えー、人型管、えー、その中に、ね、えー、今度は、あの、金、すごいですよね。110キロの金の、 あの、黄金の人型感が、えー、あったというようなね、えー、ことになります。そしてそこのところから発見されたのが黄金のマスクをかぶったツ、えー、タンカ麺メンのミイラが眠っていた。黄金のマスク自体は、えー、10キロというような、ね、ことになっています。 ています。えー、こちらのところ、あの、24金ではなくて23金なんですよね。えー、YouTube なんかでもちょっと話をしていましたが、これ、あの、早稲田大学の宇田先生という人がエクセン解析、あの、行ったときに、23金の上に18金と22金の合成粉末を、あの、塗布していたというようなね、えー、ことがわかっています。少し白っぽく何かこう、なんでしょうね、光るような、ある種、あの、光線のような、あの、そういった、 えことをしているのがあの面白いところになります。えー、まそのハワードカーター自身えー、ちょうど発掘調査を行っているのがこういった場面になりますね。でこのカーターすごい発見をしたんですがこのカーターを仇いしていた人がいました。その人物がこちらになります。えー、ジョージライズナーというハーバード大学の これは教授になりますね。えー、カーターとカーナボン教のことをですね、もうあいつらを何でしょうね、花持ちならぬ植民地主義者で宝探しの山師だというふうにね、あの言ってました。まあ今まあ、まあ、のカーナボン、えー、ライズナー自身はハーバード大学の先生なので、学術調査を自分たちはしていると。奴らは物を売ろうとしてるだけだみたいなことを、あの、言って、えー、いる、あの、わけです。 で、まあ、このライザー自身はもともとヌビアっていうところのね、ジェベル・バラカルっていう聖なる山っていうところがあったりするんですけど、そこの発掘をして、その後ギザなんかでも発掘調査をしており、あの、セムティックミュージアムというところを、あの、博物館をハーバードに作っていたりしてますね。まあ、ギザを発掘する我々からするともう大々大,大先輩で、まあ、ギザの発掘の ある種のマスターというふうにも呼べる人になっています。今現在、その、あの、ライズナーの後に、まあ、後ってずっと後なんですけれど、ついているのがピーター・マニュアリアンという教授で、まあ、私のあの友人でもあるんですけれど、あの、ピーターの方から、あの、ピラミッドの三次元計測がちょうどね、あの、終わったあたりぐらいに、えー、ハーバードの方で、 あの講演してくれないかということであのお誘いを受けてあの講演させてもらったことがあるんですけれど、まあ、本当にあのギザに関わるものとしては非常にあの嬉しかったあのことでは、えー、ありますね。 はい。そのライズナー自身も実は大きな発見をしています。えー、何を見つけたのかというと、これは1925年、ツタンカーベオボが発見されてから、まあ、わずか3年後ぐらいなんですけれど、ヘテプヘレスというクフ王の、あの、母親、 えの、こちらのところは、墓を見つけているということになっています。まあ厳密に言うと、まあもちろん彼隊長なんですけれど、彼自身が見つけたというよりは、隊員の一人があの見つけてます。あの、ライズナー自身がですね、アメリカに来た、帰国しているときに、調査隊の写真家が、ここで写真を撮ろうとしているときに、あの、なんでしょうね、一つが岩で、一つがこう、石膏で、こうなんかこう、えー、人工的なものが、 あるっていうのを片方ズボッとこう沈んだので分かったので、ここのところに何かあるんじゃないかということで発掘した結果、そこから27メートル、約30メートルの縦長がズドーンと見つかったということになっています。そこであったのが、こちら、ヘテプヘレス、クフ王の母親の未洞窟の、えー、棺、えー、財宝ということになっています。 ています、えー。ここはすごく狭くてですね。人1度に2人しか入れないようなところだったんです。けれど、まあ、夏じゃなくてももうね。暑くてなんかもう常に30度近くあるようなところで、ここ2年間かけて徹底的に記録を詳細な記録を取っています。まあ、あのダウスダンハムっていう人が、これはね。あの発掘をあのしたんです。けれど、えー、ノートだけでも1700ページ写真が。 枚忍耐がもたらした奇跡っていうぐらいの本当に細かい情報を取っています未洞窟なんですけれど非常に不思議なのがここの未洞窟の,あのお墓の棺を開けたんですよね。 これ1927年の3月8日、普通だと2人しか入れないときに、無理やり8人ほど入って著名人たちが、そこのところで顔を揃えたと。で、まあ、ライズナーの、あの、うなずきと同時に、一斉にかねてからセットされていた、あの、ジャッキーがぐーっと回って、箱を、棺の蓋と棺の箱をこう開けて、内部を見て、 ええ、まあ、それこそチタンカーメンの黄金のマスクじゃないですけれど、あのね、そこのところからはヘイテプヘレスのミイラがあると。 思っていたら、この中身空っぽだったということになっています。まあ、その理由というのは今現在も本当にいろ諸説があって、まあ、うちのレーナー先生、私の先生も、あのー、そのことについて、まあ、いろ書いていて、まあ、ライズナー自身も書いてはいるんですけれども、もともと洞窟にあって、再埋償されたんではないかっていうね。まあ、のが一応ライズナーの説で、今もまあ主流な説になっているのかな。まあ、ただ今現在でも、まだ確定的なことは分かってはいないです。 続いてこの時代発見されたものというのがこちら。これは1939年になりますね。これ日本に来たので見た方いるんじゃないかな。 これはあのフランスのピエル・モンテによって発見はあのされているんですけれど、まあ、ただ、第二次大戦直後、えー、ということで混乱のさなかだったので、見ました、見ました、見た人ね、はい、何人かいますよね。あのー、世界的なニュースにならなかったということになります。えー、こちらのところは、まあ、マッ調ョウ町時代、公共町時代のもので、左手のところがあのプッセンです。これ1ミリぐらいの,あの本当に薄い板から打ち出 出して作られたものということになってますね。で、2番目の方が中央のところがアメンネムオペトのあの人型感の一部。これは本当はあの木で後下になっていたりしますね。であと最後のところが黄金のマスク。ここの中に入っていたのがアメンネムオペトということになってます。あ、フィフィさん続けてありがとうございます。 で、この時代なんですけれど、チタンカーメン王墓と違って、王墓には、あの、豪華な、あの、日常品が入っていません。この時代は日常品が姿を消して、あの、葬祭用の、あの、装飾とか、あと、五符だけが入っているような形になっています。で、個人的にこの中で、あの、最も好きなのは、これですね。すごいですね。これショ、シェションク。二世の銀の、早草の顔をした。 質疑ということになっています。ものすごく美しいですよね。銀は、 えっと何でしょうね銀と金の定年の,あの合金で分離が難しいため白い金属っていうふうにもあの呼ばれてました完全な銀である銀鉄鋼っていうのはあのエジプトでは、えー、知られてないですそのため広告時代ピラミッド時代で銀はあのまあ輸入もされていて貴重だったんですけれど中央国時代になると結構容易に手に入るような形になっていたために、まあ、あの金の価格 まあ古代エジプト人は銀は神々の、えー、骨でありそして金は神々の肉を作るというふうにそういうふうに、えー、言っていました。まあ、このようなあの発掘発見があったんですけれどあの実は、えー、と幸せな発見とかね、えー、発掘、えー、だけではないですね。 ほ、えーまあ、他にもあ,のあるのがですね、ちょっと今、時間を見ると、あと15分しかないので、もう少し、はいあのー、飛ばしていきたいと思います。もうあとちょっとで終わる感じですね。えー、とこれはあのザガリエ・ゴネイムという人なんですけれど、エジプト人の考古学者になります、えー。この人物なんですけれど、えー、とセケムケトっていう人の、これはらの南にあるピラミッドというのを発掘しています。セキムケト これは1951年から54年まで3年間ほどかけて、あのー、発掘しているんですけれど、中から見つかっているのがこういった、あのー、金の、えー、腕輪、えー、21個。あと、後ろの方に見えているのがホタテ貝の化粧用の小箱。こういったものなんかもあの見つかっています。さらにやっぱり面白いのが、ここのところからも未洞窟の、えー、棺が見つかったんですね。世間向けと。 えー、これ、1954年の5月3日に現室に到着し、6月27日に開封しています。中、開けましたが、ここも実は空っぽだったんですね。封印されてたんですけれど。うん、これもね、いろんな、あの、なぜかっていうのと同じように洞窟された後、栽培層じゃないかっていうふうにも言われていますが、詳細のところは分かっていません。 で、ま、五ノ井さん、あのー、まあ、この発掘に関する一般的な本、えっ、ー、と、埋もれた謎のピラミッドっていう、これ、あの、実は日本語でも出ていて、まあ、もう完全に絶版なんですけど、1960年に、あの、出版されて、えー、いますが、まあ、あの、当時としては、バリッドピラミッドっていう本で、えー、結構有名になりました。 で、ただ、あとアメリカにね、公園旅行なんかもしてたんですけれど、なんかすごいね、あのエジプト人でローカルな考古学者が見つけたということで、成功、サクセスストーリーかというと、実はそうじゃなくて、あのー、何かすごいこの発掘に携わったエジプト人の役人たちから嫌がらせとかね、受けるようになって、あのー、彼自身はその異物を持ち出したんじゃないか。 服装品を売ってるんじゃないか。そういう、あの、疑いをかけられて、あの、起訴されたりしてます。最終的に彼は無実だったんですけれど、残念ながら、あの、彼は実はナイル川で、あの、自殺だというふうに言われているんですけれど、水死体で、はい、見つかっています。まあ、そういった意味でね、本当にあの、まあ、場合によっては、 なんでしょうね。人々のある種の噂みたいな感じなんでしょうかね。そういうようなものが、いろんな、ほんと人がね、あの、まあ、えー、亡くなっていくようなことにもなっています。9のですね。えー、まあ、今、バーッと見ていきましたけれど、こちら見ましょうか。イギリス22万点、アメリカ16万2000 エジプトということで、これ一体何を表すのかというと、あの、博物館に置かれてある、これは異物の数を表します。実際、エジプト15万点というのはカイロエジプト博物館だけで、地下にはこれの3倍あったり、あの、その他、あの、別の博物館にもあるので、まあ、全体から見ると圧倒的にエジプトが多いんですけれど、それでもやっぱりすごい異物の方が、えー、海外に行っている。その海外に行ったのが、 まあ、ナポレオンのエジプト史以降、あの、略奪の時代、あとちょうどマリエットの時代に半々になった。ピエル・ラコーによって、えー、法令が変わるまでは本当にこれだけのものが、えー、海外に行ったということになっています。まあ、ただ、今現在はまあ文化財ということで、あの、当然ながら土器片一つも持っていくことはできず、今後の、あの、実際に、あの、エジプト学はどうなっていくのかというと、 これは2年前かなまあ2年も経ってないかな昨年か昨年じゃない2年かえー、ですね。の12月に行われたオリエント学会でもちょっとね、これをテーマに話をしていただいたんですけれど、まあやっぱり学際研究というのが本当に多くなってきています。えー、学際研究。で、まあこれがエジプト学の未来につながるということで、まあ学際研究の最たるものはやっぱり都市。 異物の発掘ですよねあの私もずっと発掘調査をしていたピラミッドタウン。ここのところではいろんな専門家によって発掘されてます。例えば、あの植物の炭ですよね。炭の専門家、これライナー・ゲイシっていうあの木炭の専門家が顕微鏡を使って実際にあの調査をして、えー、ピラミッドタウンで使われていた、あのー 炭っていうのがナイルアカシアがもう本当に99%ナイルアカシアだ。ただたまに0.1%レバノンから取れた。 オリーブが見つかるとかね。えー、あるいは土器の専門家。これポーランドのアニア・バジンスキーっていう、あの、人、私たちのね、仲間なんですけど、アニアがこう見つけてくると、やっぱり土器編でレバノンからの土器を見つけるとか。えー、あるいはリチャード・レディング。これはあの、ミシガン大学の先生で、動物の骨の専門家になってます。まあ、その動物の骨の専門家が、一体ピラミッドタウンでどういったものが食べられていたのか。その食べられていたところ、場所によって比率は違うのかとか。 えー、そういうようなことがあったり、あと、まあ、こちらのところは、あの、ヒエログリフ、古代エジプト語の専門家、ジョン・ノーレンというね、あの人が実際に調査をしている。まあ、これによって、総合的に当時の社会というのを 理解しようとしたりしているわけですね。あるいは今ちょうど私が行っているドローンによる調査ということで、まあ、メンバーの市さんもね、ちょうど参加してくれていますが、工学的なあの知見、こういったものをあの用いて、えー、実際に、あと測量データ、まあ、測量の会社なんかとも組んで調査をあの行っている。あるいはの数学者とも組んでこれは行っているんですけれど、じゃあどのようにしてあのピラミッドという いうのを計測スキャンしていったらいいんだというところで数学者がその計画というのを数学的な最適化計画で立ててくれてそれに基づいてここからこのようにピラミッドというのを測量しましょうというようなことを数式立ててくれたりするわけですね。まあ、最終的にそのようにして、まあ、あの出来上がるデータというのはコンピューターグラフィックの専門家。 まあ彼が、あの、市川さんというね、まあいっちゃんが作って、えー、くれたり、あの、するということになります。あるいは物理学の専門家、これは私の名古屋大学の同僚ですけれど、まあこの物理学の、あの、専門家の方が実際に、えー、スキャンピラミッドということで、えー、ミューオングラフィーという宇宙から降り注ぐ素粒子を、まあ用いて実際にピラミッド内部に巨大な空間を発見というような形になって ていますまあ、本当に今後はね、こういった学際系あの研究というのが進んで、えー、エジプトをもっと包括的にあのいろんな人たちの知見を借りてあの理解していこうというような形になります。はい。えー、以上。 なりますお疲れ様でした。えー、まあ、約2時間ぐらいね、ちょっと話をしましたけれど、残り10分ほどで質疑応答、ちょっと移っていきたいと、えー、思います。ねありがとうございました。質問、いろいろ来てますね。はい。1番、クフ王の像、あ発見されてますけど、どうして小さいものしかないんでしょうか。 ねえクフ王のものなんで小さいものしかないんですかね実際に発見されていないのか小さいものしか作らなかったのか父親であるスネフェルはまあまあ大きく作ってますただたくさん本当に作ったのはあのカフラ王なので、まあ、カフラーの時代にあいた彫像をたくさん作るっていうようなことが、まあ、あの新しくイノベーションの中で生まれていったんだとは思うんですけれどクフ王のものはん多分発見されて

と、まあ、あの、ネルソンっていう人とね、まあ、戦ったんですけれど、まあ、エジプトを抑えてそこからインドの方までこう、つながっていくようなものを考えていたんですけれど、えっ、ー、と、まあ、ルートとしてずっとそこのところから、えっ、ー、と、インドの方までもう本当は、あの、つなげるような予定だったんですけど、結局負けちゃったっていうね、そう、ナポレオン対ネルソンって感じですよね、ものになっています。で、 なんだデビッド・ロバーツの描いた絵が好きです。まとめて見られる書籍ありませんか、まあ、さっきもあのね、あのー、えっ、ー、とー、宮川先生がね、宮川さんがどっか上の方に書いてくれましたけれど。はい ググってみてください。ああ、こちらのところまた書いてありました。ありがとうございます。あと本も出てます、実際に。えっと、私自身もね、あのミニ版なんですけど結構持っていて、実際はそのデビット・ロバーツの本当にあの、出版した本の縮小版が売ってたりするのでね、それもおすすめなんですけど、日本では買えるのかな買えないかちょっとわかんないですね。はい。 エジプト語についてですが、勉強するのにおすすめの書籍などあるんでしょうか、おすすめの書籍なんでしょうね、皆さん。まあ、私もさっきも聞かれたんですけど、なん何だろうな、日本語ですよね、日本語の書籍ってなかなか少ないんですけれど、うーんもう絶版になっちゃってるものとかあるんですよね。例えば、はい。 優しいヒエログリフ入門、腹処方。もうまさにあの言語のような形でこういうのが載っていたり。えー、あるいは、あの、宮川さん自身もあの講演実際にしてるので、実際にあの講演なんかに参加していただくのが一番いいんじゃないかなと思います。あと、ま、個人的に好きなのはマッコリア先生っていうね、先生のヒエログリフ、あの、解読法と、これもすごくあの、読んでて面白いです。昔ね、あの、よく日本語で出てるのこれだったんですけど、ヒエログリフ入門。 宮川さんのやつはこれは何でしょうかねこちらのところおすすめですって書いているので、もうあの彼のおすすめのやつぜひ見てみてください。あと私たちが昔習ってたのは、このね、あのえー、英語なんですけど、ジェームス・アレンっていう先生のミドル・エジプシャンっていうね、あのこちらのところはあのよく教科書では、えー、使われているあのものになっています。私はすごく分かりやすくて好きな本になりますね。はい。えー と、宝探し以外で当時の欧米人がエジプト学にここまで惹かれた理由は何だと思いますかそうですね、ルネッサンスの影響じゃないですかね。もともとルネッサンス時代っていうのは、その,あの自分たちの源源流っていうのが、それこそギリシャ。 えー、その辺りにやっぱりあるっていうようなことで、まあ、それこそあのギリシャの当時の,あのヘロドトスとかストラボンとかの写本なんかを彼らやっぱり求めていってたんですけどそのギリシャ人からするとさらに自分たちよりもあの優秀な民族自分たちはまああの子供としか思われないような民族よりそれがエジプトだったので、えーまあ、そういったあのものになるんじゃないでしょうかねあここのところあなるほど。 えっと、宮川さんと吉野先生と長井先生が羊消防で書いているヒログリウのね、連載があるんですけど、あ、書籍化されるんですね。素晴らしい。えっと、そちらのところぜひ見てください。あれも本当にいいですよね。 多分そういったあの形じゃないかなと思います。はい。大学によって異なると思うんですけど、エジプト学の教授がいらっしゃる大学の学部なので、遠征に同行させていただくことができたりするんでしょうか。河合先生のいらっしゃる名古屋大学の場合だけでも教えていただけると嬉しいです。うん、あのー、遠征に基本学生連れて行ったりすると思いますよ。えっと、うちも私は実は教えてないんですよ。 で、教えてないんで、学生がいないのですけれど、えっと、プトレマイオス町のその専門家の首藤先生なんかは、アコリスの調査入ってるので、アコリスの調査に連れて行ったりしますし、ね、ワスダもあの、高校プロジェクトしてるので、ワスダの先生も連れて行きますし、今あと、金沢大学ですよね、あの、河合望さんってね、河合さん。河合先生なんかも連れて、あの、行ってえいますし、基本あの、学生によって、 を、あの、連れて行ったり、え、しますね。まあ、名古屋大学の方も、あと森島さん物理のね、あの、方でミオングラフィーですけど、あの、学生連れて行ってますね。基本は、まあ、まあ、えー、何でしょうね。陰性連れて行くことが多かったりもするんですけれどね。で、エジプト政府からすると、あんまり学生連れて行くの、本当は NG なんですよ。 専門家だけっていうふうにね、あの、言われたりもするので。で、私の調査はいろんな大学、それこそ一さんのね、長崎大学であるとか、あの、安室さんの、えー、関西大学とか、そういった学生さんなんかも来てますよ。えー、っと、普通に来てます、学生さん。はい。実際自分がどこ発掘したいかな。 制度はあまり見ないんですが、エジプトで制度は使われなかったんですが、いや、あの制度普通に使います、エジプトっていうのは。えっ、ー、と、広告時代から使ってるんですけれど、広告時代は一般的でなく銅の時代なので、さっきの,あのヘテペレスって出てきましたけど、ヘテペレスの椅子の下の部分なんか制度が使われて、えー、いたりします。で、あの、新王国時代になってくると制度の武器とかね、あの、そういうのも普通に使われるようになります。鉄は一般的ではないですね。 はい。エジプトの神ね、集合が複雑ですが、なぜですかああ、そうですね。難しいな、これを一言で言うっていうのは。エジプトの神、今日本の八百万の神々と同じように、いろんなところに見出していくんですけれど、あの、やっぱり土地土地で、えっと、なんでしょうね。ある種、喧嘩しないんですよね。 あの、神々同士が、あの、喧嘩するっていうのは定義とか、そういうのがカツッとしてるところですね。もうこうあるべきだとかね。エジプトってやっぱり緩いんで、その辺が古代エジプトは。あの、そういう意味で、まあ、集合しやすい、どん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 集合していくっていうのはあるんだと思います。逆に、聖典とかがあって、もういわゆる確固たるものがあったら、それになっちゃうと、やっぱりね、もうそれが答えなので、 あの、固まっていくっていうのはあるんじゃないかなというふうに思ったり、えー、します。はい。 えー、あと、ピエール・ラコーはなぜ文化財法の大幅な改正に踏み切ったんですかこれね、ちょっとね、調べようかなと思ったんですけど、実はちょっとまだ調べきれてないです。ピエール・ラコーの生涯っていうのを。これまた、あの、いつか調べて、えー、そうですね、YouTube とかでも話をしたいと思います。ごめんなさい。今はわかんないですね。ピエール・ラコーがなぜやったのか。 で、棺が何層にもなっていたのはどのような理由これもなかなか、ね、その理由難しいですよね。棺が何層にもなっていたのは。まあ単純に考えると、まあ当然ながら、あの、まあ守るっていうようなね、あの意味にはなるんですけれど、その守るっていうようなところで、その数とかに何が意味があるのかっていうのは答えは書いてはないです。実際のところには。はい。 えとロゼッタストーンは契約書線、いや、これ、決議書ですね、決議書、えー、になります。はい、えー、ということで、ちょうど以上、22時になりました、皆さん。もうなかなかあっという間な感もありましたが、えー、こちらのところで、講演の方終了させていただきたいと、えー、思います。 え、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。えっと、こちらのところ、あの、チャットの方でいろいろご協力いただいた皆さんありがとうございます。 えー、宮川さん一さん、ありがとうございます。えー、補足説明なんかもね、あと入れていただいた方も感謝です。そうですね、手話通訳の方も相変わらず、怒涛のように私が話の中で、あの、ついてくるのが大変だったと思いますけれど、えー、大変お疲れ様でしたあ。ちなみにね、ヒエログリフっていうね、あの、手話があるのがね、分かったという話してました。ヒエログリフちょっとやってみてください。これヒエログリフなんですよ。もう一回いきますよ。もう一回ヒエログリフ。 ねヒエロー、ウフ、みたいな <laughs> 形になるんですって。ねあのやっぱり言語なんで多分でもそれやっても知らない人いるんじゃないかって話してましたけどね。単語を知らないというような同じ形でね。面白いですよね。はい。 えー、それではこちらで終了したいと思います。また来月ちょっと余裕があれば、なんかね、あの講演の方は続けたいなというふうに思いますので、えー、よろしくお願いします。お疲れ様です。はい。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。 じゃあ、そろそろ、はい、えっ、ー、と、切りたいと思います。皆さんおやすみなさい。 はい、エジプト学本当に長い歴史の中にそれぞれのテーマ方法論っていうのが変わりつつあるわけですよね。えー、まあそのある種新しい未来のエジプト学というのを担っていくのは私たちでありそしてさらに若い世代の,あの研究者であると思ってます。そしてまだこれから出てくるもう、まあ、本当にまだ小学生とかね中学生とか。 方向とか、今まさにエジプトに興味がある皆さんが作っていくものだと思っていますので是非本当にエジプト文明その謎というのはまだまだ解き明かされていないものがありますので未来になっても私ももちろんなんですけれど行きたいと思います。今後とともよろしししくお願いい、いまます。はご、いえー、ご視聴ありがとうございました。 これからもですね、どんどん、えー、古代エジプトの良質なコンテンツというのを、まあ、様々な角度から上げていきたいと思いますので、チャンネル登録、えー、そして、<laughs> いいねボタンよろしくお願いします。